今日はですね、2017年6月の14日、0時53分です。よろしくお願いします。ワドの生放送です。音エコー OK、ありがとう。こんばんは、ソニーちゃん、ラブリーさん、こんばんは。だんだんね、足も回復してきて、捨て頃のダメージが抜けてきたので、だんだん良くなってきました。マリモス、あ、サムネ変えたんだ。マリモちゃん、ワド2、よろしくお願いします。よろしくです。楽しんでいきましょう。まったりね、今日は雑談やってこうと思ってるんで、みんなでこう、ゆっくり、まったり雑談を楽しめればいいなと思ってます。お、バスケいらっしゃい。力丸さんはどつ？やっとね、一段落したところだから。あとですね、YouTube で僕、録画を流していたんですけれども、録画を動画化していたんですね。ゆうなりさん、こんばんは。で、皆さん YouTube チャンネル登録してくれてると思うんですけれども、今までね、後半になると映像と声がずれてたんですよ。映像と声が、それがね、改良されました。なのでね、これからはね、映像と音がずれることなく、このふわっちの放送の録画を楽しめることになってますので、ぜひ皆さん、下に書いてあるね、URL の方にチャンネル登録できるようになってますので、ぜひぜひ皆さん YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いします。今後は過去の放送全部 YouTube で見れるようになってますので、ぜひ、録画を見る方は YouTube で見てください。よろしくお願いします。セゴロお疲れ様、ありがとう。セゴロ楽しかったよ、いろんな人からね、お疲れ様とか頑張ったねとか言われるから、すげえ嬉しいなって、出てよかったなって思う。最初のホールはね、正直言うとギャラ3万でこんな体張って割に合わねえなとか思った時もあるんだけど、出費も結構でかかったからさ。だけど今となっては本当に便所さん、まあ最初から便所さんには感謝してたけど、便所さんに本当に感謝します。お、ドクリンゴだ、いらっしゃい、楽しんでて。ドクリンゴいらっしゃい、よろしく。まあね、体調がまだ戻らなかったから、その放送なんかこう祭りの後っていうの、祭りの後っていう感じで、なかなかね、雑談集中できなかったんだけど、やっぱり俺は配信雑談がメインだからさ、ゆっくりゆっくり調子を戻していって、雑談のことも考えていかないとなと思ってます。連動太郎さんいらっしゃい。出た人に出てよかったと言われるものが一番嬉しいよ。弁当さん、たった今ね、ちょっとプライベートで鮫島さんとお話してたんですけど、まあ、便所によ、これ言うつもりはねえけどよ。まあ、あいつ調子乗るから言いたくねえんだけどよ。一発目であれはすげえよ。俺も第2回出るからよろしくって言ってましたよ。あんま言いたくねえんだよ。便所すぐ調子に乗るから。でも、第2回はあれは大成功でかっこよかったし、すごかったよ。第2回俺も出るからよろしくワードって。鮫島さんらしいですね。かっこいいよ。セゴロね、感動したよね。いや、ね、やっぱり演出がすごかった。客層が良かったのと、演出とか、要はプロを呼んでたレフェリーとか、だからしっかりした。足はね、だんだん治ってきてるよ。ホームラン級のバカ野郎さん、ありがとう。今日もよろしく。燃え尽き症候群になりますね。もうこれからかなと思ってて。プロアーマーですらギャラ3万も出んぞ。そうなの？あ、じゃあ、めちゃめちゃもらった方なんだ。あ、やっぱりそうなんだ。サメちゃんが出たがってるって。あ、結構本当に出たがってるっていうか、出るって言ってましたね。サメ島さん出たらめちゃめちゃ盛り上がんじゃねえのとか思って。第2回出ろ出ろって言われてるんだけどね、負けちゃった方は出れないんで。りょうさん、ふわっちフォローありがとうございます。ぜひぜひ、Twitter や YouTube、Facebook、LINE などね、各 SNS やってますので、もし、ご都合のよろしいアカウントがありましたら、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。よしさん、ワド2、捨て頃めっちゃ良かった。便所さんのおかげですよ。ほんと。これはね、便所さんしかできなかったんだよ。普通の人が同じようなこと考えても、格闘技に大会に出たことがあるとか、
試合をよく見てるとか、そういう風なね、部分を理解してないとね、ああいう企画にはならなかったと思う。要はね、プロモーターとか繋がってたりとか、格闘家とか繋がってるから、ああいうすごい演出ができたんだと思う。要は試合の司会進行とかがうまかったっていうか。ね、僕もここに飾ってるつか、ここにね、グッズ、ファールカップとか、グローブとか、ちょっと棚を作ろうかなと思って。格闘技のね、グッズが多くなったんで。本格的に三名は佐野とやってほしい。まあ気持ちはわかるよ。みんな同じ気持ちだよね、三男坊。だね、マッチメイクはうまいと思ったよ、便所太郎さん。あのマッチメイク全部正解だったと思うもん。りょうさん、初見さんこんばんは。もしよかったらね、フォローしてくださいっていうか、今フォローしてくれた人がりょうさんだね。フォローありがとう、りょうさん。楽しんでってください。雑談配信者です。よろしく。ちょっとね、俺がね、初見さんいらっしゃい、パンさん。面白かったらフォローしてってね。和道と申します。よろしく。なんだろうな。まあ、燃え尽き症候群なのと、まあ、3ヶ月間、捨て頃に依存してたっていう部分、雑談もしっかりやってたんだけど、依存っていう言い方も変かな。なんだろう、やっぱりそこが生活のライフスタイルの中心になってたから。だからね、それをね、戻すっていうのがすごい大変な作業で、なんか、あと疲れ、今ダメージが抜けてきたから、睡眠時間が減ってきてるんですよ。だからこれからね、どうやってやってこうかななんていうのがすごい自分の中での葛藤があるんですよね。YouTube 和道のゼミナールってやつ。簡単に言うと、下のチャンネル登録っていうのをクリックしてください。で、そこに出てくるチャンネルっていうのは僕のチャンネルです。YouTube の、サムネイルは和道の異常なゼミナールって書いてあると思うんだけど、まあ、ふわっちの録画がいっぱいあったりとか、あと、捨て頃のね、練習風景とかがあるやつだったら間違いなく僕のアカウントです。はい、こんばんは、小バカさん。あと、便所太郎さんまだいるかな？僕、録画、要は僕の試合ってサーバーダウンが3回ぐらいあって、途中切れてるんですよ、僕の動画。で、石川紀之さんのここに解説がないバージョン載せるって言ってたけど、どこのアカウントに載せるのかっていうのと、いつ載るのかっていうのを知りたかったんですよね。便所太郎さん、もしよかったらいつ頃か教えてもらえると、もしくは LINE でなんか URL いただけると嬉しいです。そうだね、ちょっと肉体はこのまま改造していきたいなと思ってる。体は改造していきたいなと思ってますね。YouTube も登録よろしくお願いします。もし見逃した回とかあるとね、YouTube の方で告知が行くんで、動画ね、普通に YouTube のアプリを開くと新しい和道の動画がアップされてるよって出ると思うから、結構便利なんですよ。そうすると大体、まあ、こういう放送だったんだとか追っかけることができるんで。まゆたむいらっしゃい、和道楽しんでってね、よろしく。あとね、いつまでもその捨て頃の話題っていうのはもう、あともう少しだろうなと思ってて、今日あたりから俺は切り替えていきたいんだよね。やっぱり捨て頃バブルじゃないけどさ、捨て頃の後みんなから花火いただいたりとか、捨て頃の話題でね、雑談稼がせていただいたけれども、ね、一生捨て頃の話題してるわけにいかないから、やっぱり自分でネタを作っていかないといけないし、トークも磨いていかないとダメだなって思ってる。なんか、来た。ああ、ありがとう。フォローありがとうございます。パンさんのコメント、今後配信考えようみたいですが、私じゃなく、かそなりの配信初心者を手助ける配信どうですか？僕はよくやってますよ。初心者の配信で、大手配信者や中堅配信者のなり方みたいな。で、こういうところ気をつけた方がいいっていうのはよく話してるんで。あと、とつまち僕常にやってるんですよ。だから、コラボは、電話でのコラボは受け付けてますね。だから、パンさんやってますよ、普段から。初コメありがとう。昨日、てるちゃんぴんと対談よかった。ねえ、なんとも言えない
感じがあったね。もうね、正直言うとね、話す内容なかったんだよね、もう。あいつとは目が合ってね、なんか絆みたいなものができてて、俺の中で。だから、テルとはね、あんまりもう言葉交わさなくてもいい関係になったかな。本当に。お互いね、やっぱり分かってるんだよ、もう、試合のことに関しては。だから、そういう関係になれたのはすごい嬉しかった、俺は。怖いよね、ヨシさんね。私、みやびがやらかしたみたいな。なんかそうみたいですね。噂で聞きました。旅への再開をね、ちょっと考えてて、本当はもうあと4日ぐらいで旅立とうと思ってたの。だからまあ、20日行かないぐらいで旅に出ちゃおうと思ってたんだけど、23にちょっと予定が入ったんですよ。配信者との。23に予定が入ったんで、今出たら結局トンボ返りになるから、まあ、23まではこっちにいようと思ってて。自然体なトークが良かった。そうだね。俺はね、どちらかっていうと、あんまネタネタっぽい感じにしなくて、結構その時思ったことをまったり話すタイプの配信者だから、結構まあ、自然体でやることが多いかな、うちの放送は。だから誰と話す時も結構まったりしてることが多いかもしれない。そんな関係って和道さんに言われるなんて羨ましい。まあね、リングの上で殴り合った仲だし、やっぱりね、その客観的か主体的っていうのかな。みんなが見てる画像ってさ、引きで見てる客席からの画像じゃん。お客さんからの。だから客観的なんだよ、やっぱり。でもね、俺は目の前、この辺に和田レフェリーがいて、この目の前にあいつがいたんだよ。でも殴り合う距離で、あいつの顔も全部見えてるんだよ。俺の顔はあいつ全部見えてるんだよ。だから、その目の前でね、その本人と殴り合うっていうのはすごい臨場感があるのね。何考えてるのかとか、どうなのかとか、全部体でわかるし、体っていうのかな、心っていうのかな。全部その感覚でわかるんだよね。にぎ娘さんこんばんは。楽しんでってください。こんばんも。ヒカルセブンみたいに因縁もなかったし。そうだね。でも、因縁なかったけど楽しかったよ。俺は、自分なりの反省点もいくつもあって、練習とか試合内容に関してはあるけど。でも、対戦相手はあいつで正解だったと思うようになったね。試合後に。あいつでよかったなっていうか。空気感だけで突き動かされる感じ。突き動かされるっていうかね、考えてないんだよ。感じてるっていうのかな。そう。それも、お互いが、共感できた。要は、あの試合に関しては、俺と、あいつだけの、共有してることが多すぎるんだよ。例えば、それを、お客さんと共有してることもあるの。で、その後に2万人のリスナーと共有してんの。でも、一番は、やっぱり、あのリングの上で、俺とテレチャンピンの2人だけしか共有してないってものが濃密すぎたんだよね。ピースさん、リングに立つことがすごいよ。怖かったよ、実際。出てよかったけど、怖かったよ。それはお前がホモだからだよ。なんか最近ドレさん俺のことホモ推しするよね。でもね、俺ね、自分の中にそのホモセクシャルみたいなものが内包してるっていうのは自覚あるんだよ。なんでかっていうとさ、性同一性障害の人とか、あとやっぱ、バイセクシャルの友達が多いのね。普通の人に比べて昔から多くて、で、カミングアウトされることも多いし、まあ、ホモセクシャルの人に声をかけられることが多いんだよ。お前ホモだろって。で、俺は正直に話してるんだけど、男性で勃起したことないって。で、好きになったこともないと。恋をしたこともないって。でも、それがいつ起こるかわからないし、もしそうなった時は、それを俺は多分受け入れると思うよって。ただ、俺は女性が好きだから、そうなったらバイセクシャルだろうね、とは言ってる。で、実はバイセクシャルの女の子ともセックスしたことあるんだよ。一人だけ。でもね、やっぱり偏見とかないんだよ、俺は。そのレズビアンの女の子、レズビアンっていうかバイセクシャルなんだけど、全然、よかったよ。その子とのセックス。こっちはみんな。俺ね、ドルさんタイプじゃない。俺ドルさんタイプじゃない。悪いけど。俺が女だったらドルさんに。
言い寄らない、大丈夫、安心して、うん、でもね、なんかその俺はもともとその日本なんかさ、ゲイ文化が男色っつって世界的に発達した文化だし、性風俗とかすげえ発達した文化だから、なんかね、そのなんだろう、バイ、要はその LGBT っていうのかな、トランスジェンダー、 L はなんだ、レズビアン、 G はゲイ、B はバイセクシャル、両方だよね。で T がトランスジェンダーかな、要はあのロリコンとかだよね。あの 10% はそうなんだよ。あのなんだ、もう統計学的に決まってるらしいんだよ。だからみんなが思ってるより結構多いんだよ。10人の友達のうちに1人はあのなんだろう、性的なマイノリティなんだよ。だからね、なんかね、そこに対する偏見があるっていうのはね、あんまり俺はよくわかんない。そう、なんか俺は血液型 AB なんだみたいな、うん、ホモセクシャルなんだぐらいにしか考えてなくて、あんまり本当に、だからね、そこをね、あんまり言われてもピンとこないんだよ。お前ホモだろって言われても、いや俺ホモじゃねえよみたいな。男はどんなタイプ？だから男でその勃起したことがないから、俺は男性がタイプとかないね。うん、パッと見、どれのサムネの方がガチホモっぽいぞそうそう、壮大なブーメラン。私男性が好きですが LGBT フレンドリーです。うん、フレンドリーっていうか、なんか俺はただのカテゴリーだと思ってるから、だから俺その女の男の子か、もうどっからどう見ても男の子の格好をした、要は、体は女の子なんだけど心が、違う、体は女の子なんだけど心が男の子で、見た目も男の子の人がいたんだよ。どう言えばいいんだ、チンコがついてないで見た目が男の子で、で心も男の子っていう人で、俺その年下の子に泣きながら 3,4 回会った時に、私実は変なんです、僕変なんだよワドって言われて、泣きながらカミングアウトしてくれた時に、あの大丈夫だよって、おそらくお前より俺の方が変だからって言ったのあの君はその何かで悩んでて変なんだよって俺にカミングアウトしてるけど、間違いなくお前より俺の方が変だからって言ったら、そいつ笑ったんだよでその時に何が変なのって聞いたら、いや俺あのチンコついてないんだって言って、あ気にしてないっつって、うん、っていうのはあったけどね、うん、チンコがついてようがついてなかろうが確実に俺の方が変だからね、うん、赤井さんこんばんは。13人に1人ぐらいか、ゼロでありがとう。 AB 型の偏見の方がひどい。いや B 型も結構差別されてるよ。どれはガチゲイ、バイセクよりも男より。俺もう治ったから。治ったって何？どういうこと？もともとゲイだったの？ゲイじゃないか、バイセクシャルだったのかな。俺ね、でもね、それを直そうっていうのはちょっと変な感覚だと思ってて、直すっていう表現を使った、わかんないよ。俺、ドレさんがそのゲイだったのかどうなのか、バイだったのかわからないけど、俺、なんだろう。例えば、ドレさんが直ったっていう表現を、それが本当だとするなら、ゲイだったことがね、それは自分で病気と捉えてるんだよ。俺ね、そっちの方が違和感あるけどね。うん。なんだろう。その、わかんないけど。別にゲイならゲイで、バイならバイでよくねえかって考えちゃうけど。まあ、生きづらいとは思うけどね。バイセクいいと思うけどな。言い寄られない限りは。バイセクって何？バイセクシャルのことバイセクっていうの？バイセクシャル。うん、両党でしょ？うん。ただ俺セックスに関しては同意があれば何やってもいいと思ってんの。同意があれば別にスワッピングだろうがなんだろうが、その一番ダメなことは同意がないこと、要はレイプだったりとか、要はあの未成年にセックスなんでしたらダメなのかってさ、あの未成年じゃないか、18歳以下か、あれは心が成熟してないからトラウマになる可能性があるからでしょ。うん、だから別に俺同意があったら、未成年は俺は一応法律を犯したらダメだと思ってる派だから、法律は守るべきだと思ってるけど、さらにあの詐欺の件で
知らなかったは通用しないから、法律に関してはすごく勉強するようにっていう心がけをしてるんだけど、知らな、俺は法律は守る派なの、ガキの頃から、実は。だけど、知らなかったじゃ済まされないことがあるっていうのはだいぶ分かってきた。どっちかっていうと、歴史的に日本の姓は趣味。趣味。男色のことを趣味。でもね、やっぱね、勃起をして、どうのこうのっていうのは趣味を超えてると思うけどな。どうなんだろうね。いくら積んだら、俺は金ではセックスは売らないですね。っていうのも、俺、なんて言えばいいのかな。金とかで体売ると、気持ちよくないっていうのをよくわかってるのよ。それに興奮する女性はまた別だろうけど、あんまりね、俺、セックスは気持ちよさ探求するから、そうするとね、ちゃんと恋愛した方がいいんだよ。だから、よくセックスの話するときに、女性にすごい共感されるのって、男ってさ、俺はどういうふうに腰を動かすとか、俺は何時間耐えるとか、君にするとか、くだらないことばっかり言ってるけどね、簡単に言ったらね、好きな人と結ばれた方がセックスは気持ちいいんだよ。簡単に言った。その前提がある上でテクニックになってくるのね。だからね、要はフィジカルとかテクニックの話してもしょうがなくて、やっぱね、格闘技と同じでメンタルが一番重要なんだよ。心。なんでかっていうと、俺らは心の生き物だから。で、俺は結構その心さえね、ある程度なんとかなればね、一番大事なのは心だと思う。その上でテクニックとか、その肉体のこと。要はね、俺がチンコ小さいでしょ、すごく。だから、そこにコンプレックスがすごくあったの。で、セックスすごい下手だったんだよ、俺。本当に下手でトラウマになるぐらい、あれだったの。でもね、セックス、上手くなったのは4人目ぐらいからなんだよね、お付き合いした人。その時に、俺は開花したんだよね。わかるようになってきた。セックスってこうやってやるんだって。俺は心でセックスするから。法律守る派なのに、なんで前科ご飯もつくんだよ。それはね、ラスプーチンね、あれですよ。僕の、あれ、風評被害ですよ。僕は前科3犯ですから。誰かと勘違いしてますね。一緒に飲みに行きたい。オフ会に来なさい、バスケ。それはここにいる全員が思ってること。ほら、また認めちゃった。気持ち悪い。どうなんだろう。俺ね、結構女性で行ったことない人とか、セックス気持ちよくないっていう人すごく多かったから、そういう悩みを抱えてる人で、それを解消してきたんだよ、俺は結構。だから気持ち悪いっていう意見もまあ受け入れるけど、俺結構大事なこと言ってると思うよ。前科3犯、僕は。チンコでかそうな。いや、鼻が高いとチンコでかいっていう噂あるな。俺、この鼻の高さで言ったらさ、チンコめちゃめちゃでかい顔じゃん。全然嘘だよ。全然嘘。でもね、そのコンプレックスを克服できたよ。前戯のうまさだったり、いろんなものでね、俺は解消してきたから、あんまりもう、そのセックスが下手だっていうコンプレックスないし。セゴロお疲れ様でした。試合感動しました。挨拶行けなくてごめんなさい。おー、シャナありがとう。嬉しいよ。挨拶行けなくてっていうのはどういうことだろう。その当日リアトツってことかな。全然いいよ。でも、すごいいっぱいリアトツ。20人ぐらいに声かけてもらったのかな？ 2、30人。30人行ってないから20人ぐらいかな？結構リスナーさんに声かけてもらって。嬉しかったね、俺的には。本当に、結構知名度あるんだなっていうか、捨てたもんじゃないなって。ニコ生でやってきたことは無駄じゃなかったなって本当に思った。おい、カブニートワコツ、今晩もよろしく。よくこのチンコの大きさ関係ないって言うけど、必死で腰振ってるのに入ってるって言われた。違う。それは前戯が下手だからなの。女性の、これ女の人、正解。俺が言ってること正しかったら正解って言って、男も女も。これお願いしてるの。なんでかっていうと、俺が話してるのに、嘘の情報とか、俺が思い込んでる情報があるじゃん。
これ間違って伝わっちゃう可能性があるの、200人に。だから女の人を、もし俺が女性のこと語ってる時に、それ和道が言ってるの本当だよっていう時は、正解ってコメント打って。で、チンコが女性の、要はあそこっていうのは、感じれば感じるほど収縮するの。子宮が降りてくるって言ったらいいのかな。で、きつくなるの。だからね、ラスプーチンが、チンコを入れたタイミングを間違えてるの。女の子が感じきってるとき、指が抜けないくらいギッチギチになるから。だから正解だと思うんだけど、これは。すごく、女の子はだから、時間をかけて、すごく気持ちよくして、状態で入れてあげないとダメなのよ。子供がいるっていうの。俺はね、自分が育ててないから、あんまり子供っていう表現をしないんだけど、正解でしょ？多分正解だと思うよ。だからね、ラスプーチンが問題なのは、チンコがでかいこと、小さいことを、食いるよりも、ラスプーチンが考えないといけないのは、女の子に丁寧な前戯をしなかったことを後悔した方がいいと思う。当日声かけようと思ったんですけど、バタバタして近くに行けなかった。あ、そうだったんだ。オッケーオッケー。はい、ワド2か、右ん玉。ワドさん、さすがです。そういうことよね。でしょ？ほら、結構ね、俺、セックスの話するときってね、女性からの指示がすごいの。で、男の人が本当かよっていうの。だから正解って言ってって。じゃないと、バカな男がセックス上手くならないから、女性が被害を被るんだよ。指が抜けなくなるなんて全くない。修行する。あのね、女性に挿入するタイミングは、こんなに濡れるの？っていう時だよ。こんなに濡れてて、こんなにきついの？っていう時に挿入するタイミング。それが一番気持ちいいから。そんな人に出会ったことない。でしょ？パルパルルさん。でしょ？だから、それはセックスが下手。セックスがテクニックじゃないの。テクニックじゃなくて、女性の気持ちっていうのかな。脳内物質って言ってもいいんだけど、そこをピークの段階まで持っていくことができないのよ。だからね、理性で気持ちよくない状態の。いや、興奮してないのよ。そう。濡れないでしょ。それは、なんて言えばいいのかな。男性の問題と女性の問題なんだけど、女性は心開かないとセックスしないよ。気持ちよくない。セックスする人もいるけど、いや、絶対気持ちよくはないよ。普通に優しくすれば濡れると思うが。そうね、普通っていうのが厄介なんだよ。そのね、普通って何なのかっていうと、自分の体験から来る平均値なの。普通とは何かって話で、セックスの話じゃなくて、普通とは何かっていうと、自分の体験の平均かな。で、セックスって千差万別なのよ。で、当たり引くか外れ引くか、要はいいセックス体験をしたら、要は濡れやすくなるし、セックス行きやすくなるの。で、一回行くまでが大変なのよ、女の人って。男の人っていうのは、チンコこすってれば射精はするから。でも、男の人もいい射精と悪い射精ってあるんだよ。ポン吉いらっしゃい。好きな人としてないとか、濡れないって。いや、好きな人とするのは最低条件なんだけど、興奮するシチュエーションっていうのかな、を作ってあげるのかどうかっていう。だから、俺が女の子に一番初めてセックスするときによく聞くのが、普段どういう妄想でオナニーしてるの？何をおかずにオナニーしてるの？って聞くね、俺は。先生、一回前戯で活かしてから挿入じゃダメですか？俺は最低限前戯で一回活かしてから挿入するのがマナーだと思ってる。俺は調子いい時はもう5回でも7回でも活かすよ。4回ぐらい。4回とか7回とか活かしてから挿入。でもまあ、1回で挿入してもいいし。AV みたいな腰クリアテクニックはやめた方が良い。素人には無理だと思う。あれはね、見せる。要はプロレスだと思った方がいいよ、AV は。本当にテクニック持ってる AV 女優とか男優とかいるけど、要は激しい音とか、要はオナニーをする人が興奮するように作ってるから、過剰演出なのよ。例えばさ、よく言うのが、映画のワンシーンでさ、おい、お前、これから戦うのか、みたいなセリフがあったとするじゃん。それって日常生活では使われないのよ。で、実践では使われないわけよ。でも映画だから響くわけじゃん。過剰演出っていうのは。映画だからかっこいいのよ。それをリアルでやると中二病とか発達障害って呼ばれちゃうのよ。
それと同じで、セックスっていうのは、視覚的に、聴覚的に、オナニーをするためだけに特化したものだから、異常に音を立てたりするのよ。異常にパンパン音をさせたりとか、ジュポジュポさせたりするの。あんなのは別に気持ちよくないから。まあ、音で興奮する人もいるから、一概には言えないんだけどね。緊張するので濡れないです。その緊張を解きほぐしてあげるのが男の役割かな。それわかる。確かにすごい濡れてる時が一番よく気持ちよく感じる。そうそうそう、女性の体っていうのは、俺は基本ポリネシアンセックスだよ。カブニート、俺は基本全部がポリネシアンだよ。和道さんは君ににもこだ、くんに、くんににもこだわりますか？俺はくんにはこだわるっつうか、まあ、くんには多用、得意技だから。前戯で行かせてからが多いっすね、僕は。要は、女の人って大きく分けると、一般的に言われてるのは3個生き方があるの。だけど、俺は7個生き方を知ってるのよ。普通、世間一般とか、ブログとか、要は、ハウトゥー系だよね。ハウトゥーセックスのブログとか本とかでは、3つ生き方があるって教えてるけど、俺は7個見つけてるの。で、俺の7番目のセックス、要は7個目の生き方っていうのは、女の子死んじゃうからまだやったことないだけ。だから、世の中で俺とセックスしたことある中で、したことある子いっぱいいるんだけど、6番目しか知らない。俺はだ7個目は知ってるのね。ただ、この子が死んじゃうからやってない。今のセフレは栗行きはするけど中行きはしないから、そういうことだね。あ、でもまあ栗行きはするんだったら正解だけど、中行きをしないっていうのはポイントを知らないんだと思う。前立腺、要は G スポットだね。ラスプーチンはだから G スポットを分かってないんだと思うよ。 あくまでもエンタメだわな。まあ AV はエンターテイメントだね。おとつ真顔で語ってるのが重要ある。あのね、なんでかっていうと、これね、結構重要な問題だと思ってるの。要はね、ドレさんがこの前の放送、おとといかな、昨日かな、忘れたんだけど、結構いい話をしてて、SNS は出会いを変えたって言ってて、要はインターネットのことを指してるんだけど、ネットは出会いを変えたって。で、いくらでも出会えると、女の子は。で、気に入らなければブロックすればいいっていう。だから、もう極端な話ね、セックスするチャンスは増えたんだよ。でもね、女の子がかわいそうなのが、出会う確率は増えたけど、本当にテクニック持ってる男はいなくなったんだよ。これ事実だと思うの。セックスはし放題になったの、女の人は。どんな男でもセックスが簡単にできるようになっちゃったの。だけど、本当にセックスが上手い男とは出会えなくなってるんだよ。簡略化されてるから。だから、俺は男にテクニックを上げてほしいの。そう。初見、負けたけど、スクテゴロの相手より形になっててよかったよ。あ、ありがとう、モグさん。まあ、でも、悔いは残ってるかな、スクテゴロに関しては。ワード、エッチのハウツー本出してくれ。本はダメ。俺、最近の結論なんだけど、本はダメだわ。本っていいの。でも、本は、俺はダメ。なんでかっていうと、本ってね、神格化されるの。要は、本って情報量としてはね、すごく薄いのよ。で、一回自分の言葉でリフレインするから、要は自分の言葉として捉えるから、本ってね、洗脳にすごい向いてる装置なんだよ。本ってすごい洗脳に向いてる装置。なんでかっていうと、自分がどんどん言い聞かせるから、アファーメーションって言うんだけど、自分の言葉のように錯覚していくのよ。だから、あんまりね、テクニックが上がるっていう意味では効果がない。で、動画とかね、こういう、なんだろう、リリー・フランキーとかは得意なんだけど、要はね、昔いたんだよ、こういうセックスおじさんってね、親戚とかね、会社の上司とかにいたの。セックスのうんちくを語る人って。まあ、何でもそうなんだけど、オタクとか、そういう感じかな。でね、そういう人が少なくなってるのが俺残念だと思ってて。マグロの癖しやがって。 のんちゃんが言うね、マグロはね、ちょっと語弊があるんだよね。それについては今度語るよ。和道さんは彼女としかしないのですか？そうですね。のんちゃんいらっしゃい、マグロ。今来た。YouTube で試合見たぞ。あ、ありがとうございます、近藤哲子さん。全試合を通して見たが、和道の試合、良い内容だった。ありがとう。正直驚いた。今後も頑張るよ。私はアンチだけど、また旅が始まったらアンチコメしに来るな。じゃあな。ありがとね。ありがとう。嬉しいです。和道、本出して稼げよ。理解力あるんだから。あのね、
俺はね、これからのコンテンツっていうのは動画だと思ってて、もうね、本っていうのが終わるコンテンツなんだよ。で、これから今一番熱いのは動画とか生放送なの。で、もうね、終わったコンテンツ、要はサブカルになってきてるの、本自体が。漫画とかもそうなんだけど。で、俺がよく言うのが、漫画ってこうやって見るじゃん。例えばね、ワンピースを引用すると、漫画ってこうやって読むでしょ。わかる？だから、こっちからこっちに、下に行って、目線がこう流れるように、こうこうこうって Z を書くの。これがコマ割りなの。で、次のページにドン、ビヨーンとか。要は、ここの最後で振りをするの。要は、シャンクスがガシって掴んで、ビヨーンっていうのは次のギャグになる。ただ、俺今後変わっていくのは、漫画家はどうやってやっていくかっていうと、こうフリックしたら次の展開とか、こう流していくんだったら、コマ割りが4コマみたいになる。要はね、もうデジタルコンテンツに切り替わっていくんだよ、漫画自体も。だけど、そのテンプレートができた時に、コマ割りが変わると思ってるの。これと同じで、本よりも、情報量が多いから、動画の方が。俺はね、こういう語りをやってた方が有効だと思ってきてるんだよね。いや、ドルさんね、正直ね、僕は、振り返って、何度も振り返ってるんですけど、リンクから学んだことめちゃめちゃ多いんですよ。ちょっと、どうしよう。捨て頃の話に戻してもいいですか？ちょっと捨て頃の話が出てきたんで、ちょっと捨て頃の感想じゃないけど、ちょっと、まだ聞いてない人もいると思うから、もう一回捨て頃の話に戻してもいいかな？リングから学んだこといっぱいあるんですよ、僕は。誰かに指示したの？俺はね、ちょっと待って、セックスの話に戻るわ。ちょっと、セックスの話に戻るわ。ごめんね。ちょっと待って。これがね、困るところなんだよ、放送の。みんなね、質問したいこと書くから。ちょっと一回セックスの話を終わらせます。で、このラスプーチンのセックスの話で、セックスの話を一回終わりにさせて。これ語らないとダメだから。誰かに教わったとかじゃないです、僕は。それこそ、誰かに教わったって指示したっていうことじゃなくて、セックスに関しては、僕、座禅とか瞑想とか、要は脳内麻薬のことに関する洗脳であったりとか、そういう知識とともにセックスが上手くなっていた部分ってあるんですよ。宗教とか。で、チベットの仏教の方に、本とかに、性の奥義って言われている、その書物があるんだけど、そういうものも読み漁ってるんですよ。要は、仏教の話の中で、セックスだけに特化した、その密教的な部分。そういうのも、勉強してるんで、多分ね、そういうところだと思う、俺は。俺のセックスっていうのは、本の知識を実践で活かしていって、あ、こういうことか、みたいな。そういう部分が大きいかもしれない。とりあえずこれで、セックスの話を終わりにします。とりあえず今更ながら試合お疲れ様でした。でも淡々と普通に戻ってる和道さん、いいけど。ありがとう。お気持ちいい。まあ、荒野と仲いいんですね。岩さんいらっしゃい。どうだろう。期待はしてるかな、荒野に。だからまあ、セックスの話全然、ちなみにセックスの話はね、和道の異常なゼミナールっていう番組の中の、セミナーの中の一つでね、和道の威嚇臭い話っていう、和道高光の威嚇臭い話っていう、ちゃんとコーナーがあるから、威嚇臭い話聞きたい人は威嚇臭い話してって言ってくれたら威嚇臭い話しますんで、よろしくお願いします。意外とね、威嚇臭い話、和道の威嚇臭い話は、女性に人気です。はい。女性からの支持が多いですね。で、捨て頃の話しようか。まあね、一週間ぐらいは捨て頃引っ張られると思ってたんで、まあ、重複しちゃったら申し訳ないんだけど、試合結果に関しては、俺は、不服は一切ない。もう、終わりのゴングが鳴った瞬間に、もう、負けたと思ったし、動画を見ても明らかに負けてるから。で、敗因に関しては、まあ、みんなと同意見なんだけど、手数です。正直言うと、体力残ってたんですよ、僕は。キャスバーの、ハイドさん、どうもどうも。遅くなりましたが、お世話になりました。あ、どうもどうも。
また飲み行くんで、昨日も飲み行ってたんですよ、ハイドさん。よろしくです。ステゴロ見に行った。あ、そうなんだ、ショーツさん。少しだけだけどお話しさせていただきありがとう。マジで？うん、写真撮ったけど、そっちに、次回お会いしたらお願いします。写真撮りたかったけど、あ、そうなんだ。うん。あのね、僅差かどうか、正直、変な話なんだけど、思ってること言うから、あんまり言い訳だと思わないでほしいのね。正直な気持ちを言うから。あのね、正直な自分の感想を言わせて、これ言い訳だって言われちゃうとすごくへこむから、言い訳は言い訳に聞こえちゃうかもしれないんだけど、俺は試合で負けました。そこに関しては全く一切ない。あれは俺の負け。ワダレフェリーも正しいし、そこはみんなと一緒、手数が足りないの。明らかに手数が足りないの。そう、俺の敗因はそこで、思ってたよりもテルが強かった。俺は正直試合前勝てると思ってたの。正直。勝てると思ってたの。勝てるつもりでリング行ったんだけど、一発目のローキックをもらった時に、あいつの異常な蹴りの強さにびっくりした。うん。本当に強かったの、蹴りが。で、バカバカ蹴ってくるから。で、パンチは正直一発いいのが入って、やばいと思ったけど、それでも倒れなかった。顎にもらったんですよ、ここに。で、顎ガキガキガキって言ったんだけど、多分ね、カウンターで入って、フルで入ったんだよ。それでも倒れなかったから、あのパンチは何発もらっても倒れなかった。で、俺がなんで負けたのかっていうと、あいつの間合いが遠かったの、すごく。で、蹴りが強かったの。で、俺は、そこにインファイトする勇気がなかったの。心で負けたの。俺は9分間、あいつに、ずーっとビビってたの。観客にビビってたんでもないの。もう動画見てもらえたらわかるけど、微塵も緊張してないの。スタミナもあいつよりあったの。正直言うと。パンチ力もあったの。反射神経とかスピードはもちろん上。ただ、俺は目の前のあいつにビビっちゃったの。自分に負けたんだよ、本当に。あいつのパンチが怖かったの。蹴りが怖かったの。もうもらいたくないっていうのが体で思ってたの。それを心でねじ伏せらんなかったの。それにすごい後悔してる、俺は。要はね、自分のパンチが当たる距離っていうのは、相手が余裕でパンチ当たる距離なんだよ。ショウ兄貴お疲れ。で、お、ショウタさんお疲れ。で、あいつに KO っていうよりも、あいつのパンチがもらうのが痛いのが嫌で、俺はビビって引いちゃってたの。俺は2ラウンド中盤で見せたような突っ込んでいくスタイルを終始続けてたら、下手したら KO できたかもしれないし、少なくとも判定で勝ってたんだよ。つまりね、俺はメンタルで負けたの、青山に。あいつの方が心が強かったんだよ。すげえそれが悔しい。すごい心に残ってる、リングに。その自分に負けたから。そう。スタミナが残ってるってことは、パンチを打たなかったんだよ、俺は。で、結果論かもしれないけど、行くべきだったんだよ、俺は。それがすごい今でもの悔しい。正直言うと。要は練習でやったことっていうよりも、何一つね、出せなかったんだよ。それがすごい悔しい、俺は。要は、でも、あれは、要はね、防御じゃないんだよ。攻撃なんだよ。要はね、倒されてもいいから倒しに行かないと話にならないんだよ。要は、ぶっちゃけた話だよ。ぶっちゃけた話、練習してなかったら負けてた。100%、1ラウンド1分でもう2回ダウンさせられてた。カットもできなかったろうし、足バカバカ蹴られて、かっこ悪い負け方したと思うよ。足が痛くて立てなくて負けたと思う。で、足もカットできたし、9分間戦えるスタミナも作れた。対青山のことね。だけど、結局心が弱かったら、受けに回ったら何の意味もねえんだよ。それがすごい悔しかった。判定に逃げたんじゃない。俺は青山に逃げたの。自分から逃げた。それがすごい悔しかったかな。以上です。捨て頃に関してはそれかな。足が痛くて踏み込めなかったのもある。でもそれは言い訳なんだよ。だったら前乗りに転んでもいいから行くべきだったんだよ。そのかっこよさが俺の試合だけないんだよ。
俺の試合だけないんだよ、それは。いいじゃん。足引きずってでも気持ちで前にゴロンってずっこけてもかっこ悪いかもしんないけど、その方がかっこいいよ。でも俺行ってないんだもん。じり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 足引きずって。うん。で、逃げる時だけぴょんぴょん跳ねてて。それが悔しいかな。次試合したら勝てるのか、勝つか負けるかじゃなくて、俺は気持ちよくない試合をしたの。要はね、もう極端な話、判定で負けるぐらいだったら KO された方がまだ良かったと思ってんの。あ、それが俺の心残りかな。以上です、はい、質問受け付けます。そう、それがリングから学んだこと、あの技術とか体力とかの前にまずメンタルっていう、うん、俺は相手のパンチにビビって懐にすら飛び込めない。だから明らかに手数が少ないんだよ。わかんない。ロハコさんの声は聞こえなかった。不完全燃焼って言うと青山に失礼だからその言い方はしない。完全に俺がビビって負けた。不完全燃焼っていう言い方はしない。俺の心の問題だから。俺が自分に負けた。本当に青山にビビって青山のパンチ怖くて逃げたと思ってる。だから俺は何もしてない。あそこは逃げ回ってただけにしか見えなかった、自分で動画見て、うん、ただ3ヶ月前の俺だったら、3ヶ月前の俺と比べて、じゃあいいとこ言うならね、今悪い風に言ったけど、じゃああえていいとこ言おうか。逆にあのさっきも言ったけど、もし練習してなかったら明らかに1分で負けてた。1分で2回ダウンさせられてた。っていうか多分3発ぐらい蹴られたらもうへこんで足ボロボロになって、でゆっくり立って次パチンって蹴られて終わりで、グググッつって立てなくて終わってた。だから練習の成果で言ったら、そのなんだろう、9分間戦えたっていうことは良かったことかもしれない。あれだけ殴られて、あれだけパンチもらっても戦えたっていうのは良かったかもしれない。でもそれはただのサンドバッグだから、相手からしたら。人間サンドバッグでしょ。ただ蹴らせてくれる人だもん。だから、まあ、なんだろう。ちょっとね。っていうのはある。うん、あの、不器用さんありがとう。リングは広かったよ。俺が普段練習してるね、あの、ドレさんとやってたチームドレのリングの倍あったからさ。グローブは16オンスです。YouTube 見ながら見直してるワードが想像できるわ。のんちゃんとか知ってるんじゃないかな。ずっと俺が YouTube で動画見てたのとかね。もう街歩いてても今日ラーメン、コーメン食ってきたけど、ずっと YouTube 見てたよ。自分の試合。試合に負けたことより前に転べなかった。そう、そういうこと。サトルさん、本当に。そういうこと。要は負けてもよかったんだよ。負けることすらしなかったんだよ。要は戦ってなかったよね。要はこの顔が物語ってるよ。傷一つないんだよ、この顔。物語ってるでしょ。これ試合後の選手の顔じゃないんだよ。俺はだから打たれないように、打たれないように逃げ回ってただけなの。この顔は敗者の顔じゃないんだよ。こんな綺麗な顔してんのは。いや、俺コーメン大好きなんで。リングどうなんだろう、何畳なんだろうね。でもファーストリングで検索したら出てくるんじゃないの、うん、それがもうそれ以上ないよ。それが本音、うん、違うんですよね。攻撃しなかったのが悔しいんですよ。倒しに行ってないんですもん。いや、技術かもしれないけど、俺は倒しに行ってない。つまり勝ちに行ってないんですよ。勝とうとしてなかったんだよ。青山勝とうとしてなの。要はもう気持ちで負けてんのがすごい嫌なの。そう。その、なんだろう。勝つ姿勢じゃないんだよね。だから2ラウンドの中盤みたいな場面が、もし仮に多かったとしたら、もしかしたら勝ってたかもなっていうのが、だからその、もしかしたら、だからね、俺ね、初めの一歩の木村がさ、真柴に、優勢になるんだよ。で、最後気を失ってパンチ止まっちゃって試合止められるんだけど、たった3センチ
のパンチで止まっちゃうの。で、木村が崖で泣きながら、たったこれっぽっちの根性がなかったっつって泣くんだよ。俺に、これ、チャンピオンベルト見えてたって、あと3センチだったって。で、木村は3センチって言ってるけど、俺は手すら出してないんだよ。チャンピオンベルトじゃないかもしれないけど、手すら出してないの、俺は。性格なんだよね。そう。タカさんの言う通りなんだよ。それ、だからよく見えたよ。自分がどういう人間なのかよく見えた。本当に。あそこは嘘つかない。リングは嘘つかない。すごく学べた。言葉じゃないんだけど、これゆっくり説明してるけど、9分間の体感ね。俺の。でも、俺は青山とやってすごく気持ちよかったのは事実だよ。強かった、あいつはすげえ。かっこよかったし。いや、頭すっ飛んじゃう。要はね、練習したこともできてないで、こんな猫パンチやってたでしょ。みんなそうだったと思うんだけど、要はね、本能が勝っちゃうから、要は体に染み込んでなかったんだよね。ドレさんクラスとか、雅さんクラスになると、こう、やるけど、本能の方が強いのよ。だからね、結局、闘争本能になるんだなと思ったよ。プレッシャーとかじゃなくて、頭、理性がない感じ。もう本能だけで戦ってる感じ。だその本能に勝る、その体に染み込ませをやってるんだろうね、みんな、ワンツーとか。まあ練習が足りないってことだよ。勝っても負けても結局は試合の後に何言っても言い訳にしかならないんだよ。結果は全てだから。知ってるよ。それは俺が一番わかってるよ。戦いってのは勝ったも負けただけじゃない。そうっすね。金杯はこの戦いで負けたやつはいても敗者はいなかったって言ってた。元ボクサーなんだ、超兄貴。まあ、あんまりみんなと意見変わんないよ。手数が少ないっていう、もうそこに尽きるよ。でも後悔はしてないよ。出たし、自分の一生懸命をやったのは事実だよ。全部出したよ。だけど、要は本番で出せなかったってことはそういうことなんだよ。さっきもこのコメントにあったけど、なんだ、他さんのコメントが全てなんだけど、別にその後悔をしてるとかはない。なんだろう。結局、そこから学ぶしかないと思ってるから。要はね、リングの上ってすごく気持ちよくて、要はね、その練習もそうだし、結果もそうだし、過程もそうなんだけど、全部ね、勝つやつが勝つように、結果が出るんだよ、綺麗に。すごい残酷な世界なんだけど、もうね、要は強いやつが決まるだけなんだよ。本当に。だから、一言で言うとだよ。もう話簡単。今、長くあえて語ってるけど、青山の方が強えで終わりだよ。でしょ。青山の方が強かったんだよ。本当に。だから、それだけ。で、俺は、あそこからもっと改善点をいっぱい。だからね、正直言うわ。俺ね、もう試合やりたくてしょうがないんだよ。はっきり言う。もう二度と出たくないって思ったの。もうやりたくないって思ったけど、もうね、もう試合の準備してる自分が分かってんの。もう次だったらどうするっていう思考なの分かるでしょ？今の話で。もう要は研究しちゃってんのよ、自分の。試合を見て、次だったらどうするって話を今してるんだよ。だけど、俺にはそのチャンスがないの。捨て頃2、地下格闘技とか出る気ないから、俺。捨て頃しか出る気ないから。だから、それが悔しいかな。俺には、敗者にはもう次の資格ないから。でも俺はもう出たくなっちゃってる自分知ってるから。それかな。手出さなかったんだよ。手出してたら勝ってたじゃなくて、手出さなかったんだよ。いろんな試練をくぐり抜けて新しい自分に出会えたなら、それでよかったじゃないか。そうっすね。
いろんなもの見えましたね。多分ね、逃げてるっていうのはね、ボクシングだけじゃなくて、多分ね、配信においても何においても一緒なんだと思った。あそこはね、そこがいい。リングはね、全部自分の、本質的なところ全部出ちゃうの。だからね、多分ね、俺ね、勝負どころで、ああいう戦い方する男なんだと思ったよ。配信でも何でも。だからそこはね、すごい良かった。それを直していこうと思ったから。口喧嘩の試合だったら負けないよ、まあちょっといろいろ考えるよ。俺も、本業ファイターじゃないからさ。ちょっと考えるよ、カブニーと。便所さんに伝えるかどうかは。ねえ、ラスプーチンにジムに通うのかどうかとか、そういうのも考える。誰と戦いたいじゃなくて、誰でもいい。もう、まあ、できればタチヒコとやりたいなっていうのあるんだけど、ドルさんにはタチヒコに失礼だって言われて、すげえ腹立ったんだけど、なんで失礼なんだみたいな。俺とやれる方がタチヒコ美味しいだろうと思ったけど、なんで失礼なのか全然わかんなくて、タチヒコの方が弱いとか強いじゃなくて、配信者としては俺の方が明らかに格上だから、なんで俺そんなこと言われないといけないんだってすげえ腹立ったけど。もし誰って言われたら俺はタッチとやりたい。感謝があるから。タッさん、負けたけど、今回の試合でいいとこも悪いとこも分かれば、それだけでも試合した意味あると思う。出れると強く思ってたら出れるよ。そこは勝とう。企画したら敗者だけ出れるイベント。いや、そういう悪趣味なことはしないよ。俺は便所さんだからあの企画は面白いと思ってるから。俺がやったらただスパーリング同好会になっちゃうから。なんで立ち寄り子に失礼なのか全然よくわかんないんだけど。俺の方が集客力あるし観客呼べるぜ。マイナスに持っていたアドレさんに申し訳ないから、今から考えて相手もしんどいからそこから負けるな。マイナスに持ってったらアドレさんに申し訳ない。考えて相手も。俺はだから言われたら、次誰とやりたいって言って正直に答えて何が悪いんだと思ったよ。なんでそれが失礼なの？その考え方の方がおかしいでしょ。リスナーさんに誰とやりたいの？次って。もし可能性があるんだったらタチヒコにお世話になったし、大好きだから俺タチヒコとやりたいって。正直に答えたら俺失礼だって言われたんだよ。そこの何がおかしいの？正直にタチとやりたいって言ったらなんでタチヒコに失礼なの？それは考え方歪んでるでしょ。難しいことはよくわかんないけど、頑張ってるからええやん。ごめん。真剣にはやったよ。俺はセブンさんと、誰かが出ないって言った時、ドレさんがコメントで俺とやろうっつったんだよ。穴埋め俺と試合するかっつった時、俺やるって言ったよ。じゃあドレさんが、いや冗談だよっつったんだよ。なんで思ったことを正直に言ったら俺、変な風に捉えられないといけないの？正直に生きて何が悪いの？俺は、リスナーさんのコメント、質問に答えるよ、正直に。なんでそれを悪く風に言うのか俺にはわからん。俺はドレさんにやろうって言われた時は気持ちよくやろうっつったぜ。レベルが違うとか、そう、レベルが違うから失礼って言われた。俺はそれは格闘家の発想だと思ってんの。俺は配信者としてしか考えてないから。バカありがとう。便所は閲覧だけでお前を選んだわけじゃないってことだろ。違うよ。閲覧で選んでるんだよ。だからそれがジェルで間違ってるんだよ。甘くねえよ、そんなに。配信の世界。イベントの世界。興行の世界。俺はこれで飯食ってってんだよ。ここまで閲覧取るのにどれだけ苦労してるのか。でしょ？俺は配信者とプライドで怒ってるのよ。タチさん、タチヒコやるということは必然的にトレーニングも指紋狂いで覚悟やな。違う違う違う。だからね、そういう風に捉えてほしくないの。もし仮に誰とやれたら、ワド、誰とやりたいのって言われたから、いや、タチだよっていう。じゃあ、マッチメイクが決まったわけでもなんでもないのよ。そう。俺はそれはタチヒコに対する恩返しとして言ってるのよ。だって、ずーっと金出してくれてたんだよ。あそこのリング代めちゃめちゃ高いんだよ。ずーっと練習付き合ってくれてたんだよ。強いやつだから俺は選んだんだよ。俺そんなバカじゃねえよ。
俺、達彦に勝てるって言ってんじゃねえんだよ。俺は強いやつとやりたいっつったの。恩があるやつにやりたいっつってんの。俺、勝てるなんて言ってないよ。そうじゃないよ。達彦と心でぶつかりたいって言ったんだよ。その、なんでそれが失礼なのか全然わかんないよ。思ったことを何でもかんでも言うのはいいけど、何でもかんでも思ったことを言う人は相手の気持ち考えない人多いからな。考えてないよ。配信者だもん。うん。そんなのいちいち考えたらしょうもない。今だって300人見てるんだよ。いろんな意見あっていいじゃん。俺のアンチもいるよ。考え方間違えてるよって。いてもいいと思ってるもん。だからドレさんも言いたいこと言ってんだ。だから俺も言いたいこと言ってんだよ。それだけだよ。ドレさん俺がこんなこと言っても聞かないから。わかってるから。そんなメンタルじゃないの。だからドレさんも言いたいこと言う、俺も言いたいこと言う、配信者だもん、それでいいじゃん、うん、っていうかまず達彦の問題もあるしね果たして俺とやりたいかどうかもあるし、じゃあ今度イベンター側の便所さんもあるし、いやワドそもそも出場権利ねえからって、そうタラレバの話だから、うん、じゃあ来てる客に失礼だわ、全然意味わかんないジェルで、うん、そう純粋な気持ちを言ってるだけ、うん、どれなんか言いたいこと言ってるし、いや別に言いたいこと言っていいと思うよ、うん、俺も言いたいこと言ってるもん、失礼だとは思わないな、強さに差がありすぎると怪我の元だし、違うんだよ、どれさんが俺に対して失礼だっつったの、その要は達彦を指名することが失礼だって言ったの、俺に対して、だから俺がふざけんなって今言ったの、そこが違うの、悟る、どれさんが要はね、達彦が要は次にもしできるとしたら和道さんが僕のことを指名してくれた嬉しいっていうコメントを打ったのよ、ニュアンスとしては、そしたらドレさんがああ和道失礼なやつだな、勝てるわけねえだろっていうことを言ったから俺が反論してんの、何が失礼なんだよ、うん、俺はリスナーさんから誰と、もし仮に誰とやりたいのっつったらできるのであれば、もうそういう機会があればタチュに恩があるからタツヒコとやりたいっつって、それが何が失礼なんだって言ってんのよ、わかる、うん、だ失礼だって言い出したのはドレさんなの。強さに差がありすぎると怪我のもとだし、怪我が怖ければ強い方が手を抜かないと危ない。ドレさんはそれを危惧したんじゃないか。それはだから失礼だっていう言い方はそのニュアンスじゃなかったもん。うん、怪我するぞでいいじゃん。うん、だったら。ワド負けるよ。それは俺の問題だから。それは別に失礼だと思わないよ。ただ、無礼だって言ったの、失礼だ。礼儀がないって書いて失礼なんでしょ。礼儀を失ってると、俺なりの礼だって言ってんの。達彦に対する失礼っていうのは礼が失ってるって書くんでしょ、うん、どこが失礼なんだよ、俺なりの礼儀だよこれは、うん、怪我なん怖くねえわ、あ、達彦は思ってないよ、うん、てかどれさんブレまくって何がしたいのか、いや違う違う、でちなみにこれをあえて言うのも俺はどれさんの礼だから、これは配信者としての礼だから、反論があるんだったら自爆で言うから、今日どれさんがいや無礼だって言うから、それ楽しみにしてる。タジョイコさんが自ら失礼だと言うならわかるが、そうそうそう、そういうこと。これからは先に手を出すようにね、追い込むチャンス。これからがあったらね、タカさん。恩が理由になるのかな？うん？どういうこと？恩が理由にって。どれさんに直接聞こう。ここで言っちゃう。いや、違う違う違う。別にないよ。配信で言われたから配信で返してるだけだから。別にどれさんに文句ない。どこが失礼なんだって言いたいこと言ってるだけだから。多少彦やりたいん、じゃあ頑張ろうぜって言葉だけでいいの。そう、まあ、いや、あのね、別にドレさんにこういう発言を訂正しろって言ってるわけじゃないの。要は配信者としてパンチ打たれたからパンチ返してるだけなんだよ。で、まだ文句あるんだったらまた今日言うんだから。でしょ？俺は別に間違ったこと言ってないと思うよ、ここは。だから別に何も悪いことし、ドレさんに対して何も悪いことしてないよ、俺。うん、じゃあ言葉上げ足取りじゃないんだよ、それ本心で言ったから、だから頭きたんだよ俺、何回も動画見てしまう、わかる、ガチシャンマンだから大丈夫、互いにボールぶつけ、そうそうそう、配信だから、うん、ただ本気で頭きたよ、何が失礼なんだって、うん、全然意味わかんない、達彦の強さ舐めてるわけじゃないでしょ、俺達彦の強さ知ってるから、
俺はだから、ドレさんと最後のスパーリングで、俺はドレさん師匠として師匠としての期間終わったから、格闘家として本当に尊敬してるし、本当にお世話になってるけど、俺はドレさんとは今後配信者として向き合っていくから。はっきり言って、俺はドレさん配信者として格下だと思ってるから。はっきり言うけど、俺はドレさん今の実力イーブンで見ても俺より下だから。閲覧数の問題じゃない。はっきり言って、俺の方が閲覧取れる。だから言いたいことは言わせてもらうよ。格闘論で語るならリングから出るな、ドレ。いや、だから俺いいんだよ。別に配信者としてドレさんと今向き合ってるから。言いたいこと言うよって。もう終わったんだから。ドレさんが俺に上から目線できる時期は終わったんだよ。あとはもうバチバチのドレさんと殴り合いだよ。こっちは俺の土俵だぞ。リングでは絶対ドレさんに勝てねえけどさ、格闘技では絶対ドレさんに勝てねえけど、俺ははっきり言って、ここなら俺勝てるぞ。ここは長えぞ俺。ここは俺強えぞ、ドレさん。こっちは。なあ、みんな。屁理屈で生きてきたんだから。屁理屈4年こね回してきたんだよ。大丈夫。配信でのファイトには定評があるからね。俺でもあの時ドレさんを指名じゃなくてドレさんを上げるっていう選択したのは正しかったと思ってるよ。で、正直言うと第2試合にドレさん組んでたけど、第4試合に組み替えたのはドレさんの閲覧見てだろうね。伸び方を見てだろうね。あと格闘技の中身を見てだろうね。俺はあの選択正しかったと思うよ。屁理屈4年こね回すってチョイスいい。 いや、そうでしょ。実際屁理屈だけで4年間生きてきたんだよ。要は今まで手加減してたわけよ。俺もドレさんは最後のスパーリングで俺のことバチバチに蹴ってバチバチにダウン何回もさせたじゃん。で、俺は正直ドレさんすげえって、ドレさんかっこいいってよいしょよいしょしてきたの。要は、接待配信をずっとやってきたでしょ。それはドレさんに敬意があったから。今は逆に配信者として敬意を持ってるからバチバチ言うよ。間違ってることは間違ってるって言わせてもらうから。それがここの礼儀だから。俺はそれで揉まれてきたんだよ。で、それでのし上がってきたんだよ。だから言いたいこと言うよ。言っとくけど別にドレさん嫌いじゃないかんね。そこは勘違いしないで。俺は、うなちゃんマンとか、それこそ、配信始めて半年でうなちゃんマンとか、金梅さんとかと戦ってきたかんね。ようやく、名前覚えてもらってんだから。バッチバチに殴られてきたよ、それこそ。橋本くんとか、野田ゾーリとかさ、みどりさんとか。いろんな人にもみくしゃにされて、ここまでやってきたんだから。よいしょに決まってるじゃん。よいしょに決まってるじゃん。接待だよ。風船20個ありがとう。風船20個ありがとう。アイテムありがとう。子供の頃に友達だったんだけど、周りの友達は誰も記憶にないって言ってたの。ケンちゃん。そうそう、ケンちゃん、伏線。合ってる。ケンちゃん。ワドさんのことはニコ生の頃から見てたからわかるよ。ワドは実績ある配信者だ。ビッグさんありがとう。そうそう。だけど、これからはしっかり一歩先に踏み込もうね。まあ、セコの話今終わったからさ、タカさん。その話やばい。何その話って。どの話？その話ってどの話？なんかやばいこと言った？俺。
もしよかったら初見さんフォローしてってください。よろしくお願いします。ケンちゃん、おお、どれは固定概念が強すぎる。その結果がライター4つ。和道の言葉届けばいいけど。いやいやいや、あのね、違うよ。ライター4つはね、結果だから。あのね、固定概念が強いのは別に悪いところじゃないの。要はね、閲覧は取れてるんだけど、俺ファンが少なすぎると思ってる。ドルさんは。正直。要はフォロワーが少なすぎるから、要はね、通知登録だけされてるんだよ。あとは、うなちゃんとかゆいかさんが可愛がってるから今。要は、いいポジションにはいるけど、自分のファンがいないからね、要はおもちゃにされてるだけなのよ。そこに気づいてるかどうかよ。それをひっくり返すかどうかなんだよ。要は、荒野みたいな存在なんだよ。わかるかな？自分で作っていったファンっていうのは、俺は、本人は200人しかいないっつってたけど、ゆいかさんは180人っつったんだけど、俺ね、リアルに言うと80人ぐらいだと思ってる。ドレさんのファンは。ドレさんが好きでっていう。だからね、これからすごい辛いと思うよ、ドレさんは。俺は正直言って、ツイッターにいる1000人、ここにいる2600人、自分のファンだから。本当に。誰かとのバーターで作ったファンじゃないから。だから安定感が半端じゃないの。企画が終わっても変わらない。何やっても自由。なんでか、自分の配信でコツコツ認めてもらったファンだから。だからね、ドレさんの今アカウント確認してきてごらん。フォローバックの数がおかしいから。要は自分がフォローしてる数の方が多いので、フォロワーの数とフォローの数とフォロワーの数にズレがおかしいのよ。あと閲覧、同時閲覧の数とフォローの数もズレてんの。だからね、閲覧に振り回されてる時点でおかしいよ、トキさん。負けてないから。負けてないから。荒野のコメント見てごらん。アンチだらけでしょ。で、しかも今誰かとコラボしてんでしょ？心ちゃんか。要は2人であの閲覧だから。しかもコメントの内容見てごらん。フォロワーの数見てごらん。どう考えて負けてるの？俺、ピンの放送で300呼べてんだよ。ピンのただの雑談、企画でも何でもない、語りで300呼べてんのよ。それで負けてるっていう判断をするんだったら目が腐ってるよ。リスナーとして。ドレさんってコメント全く読まない、自分の話しかしてないイメージ。あれはね、スキル高いと思ってる、逆、みこつさん。コメントを拾わないでトークができるのは強み。俺はね、強いと思うよ。あのタイプは。雑談力は、俺は、正直、すげえいいと思ってる。ただね、くだらないね、バッキンガム宮殿とかね、にゃ、プップクプーとかね、なんかね、キレゲーとかね、小細工を使い始めたから、最近。昔のね、語りに特化したね、ドルさんが好きだったんだけどね。なんか、プップクプーとか言い始めたり、バッキンガム宮殿がどうのこうの言い始めてね、俺は正直ね、もうね、いいやって思った。確か和道リスナーってどっか被ってるとこ少ないっちゃ少ないね。ばらけてるんだよ。いるはいるんだよ、やっぱり。それぞれに、うなちゃん好きな人、鮫島さん好きな人、逆に言うと、アイラ好きな人とか、もうバラバラ、うちのリスナーは。バラバラ。普通ね、似たり寄ったりなんだよ。ドレさんのリスナー見てみなよ。うなちゃんマンのアンチとかばっかりになってるじゃん。ゆいがさんとか。うちはバラバラなのっていうのは、俺が独自コンテンツでやってった証拠。朝5時に閲覧800とか絶対水増しだから、それがどれの知るところじゃないかもしれないが。そうなん、いや、朝に閲覧800全然行くよ。3万も行くから。そこはまあ、言わなくてもいいかなと思ってる。アイラ大嫌いだよね。荒野や金梅やっちょ絡んであげてるから天狗になってるんじゃないかな。っていうか、あれでしょ？金梅さんとやっちょとヒカルくんのリスナーが流れてるだけだから。なんつうんだろう。自分のコンテンツやってない証拠だと思ってるよ。だから荒野ピンだと全然面白くないじゃん。アンチコメだらけでしょ。花火も上がってなくて。なんか食えない食えないとか言ってるじゃん。食えないのはお前の配信だよって。食える配信やってないからでしょって。要はリスナーさん楽しませてないじゃん。要はおもちゃにされてるだけなんだよ。それじゃダメだよ。
面白い配信やってたらアイテムもらえるから、自分からねだるもんじゃないから、お前パフォーマーだろって、そう、面白くないでしょ。荒野は消える、どれは残るが残らないかは、これから次第。頑張ってほしいところ、俺も同意見。和道の言うところは説得力あるな。ちなみに言うとね、荒野はまだ化ける可能性まだあるからね。ドレさんは、化けるっていうよりも、今の客を全部取り込む可能性があると思ってる。荒野は化ける可能性ね。で、ドレさんは今いるリスナーをどれだけ取り込めるか。で、今取り込めなかったらやばいよ、ちょっと。化ける可能性あるか。すごく小さいけど、これだけ新人が閲覧稼いでるっていうことは持ってる配信者の持ってる系なのよ。で、落ちるときは干されるとき一瞬だから、あとは荒野次第かな。まあうちのリスナーは荒野面白くないっていうよ。うちのリスナーは特に荒野が面白くないんだよ。全く被ってない。俺も全然気にならない。荒野が閲覧どれだけ取ろうが、あそこのリスナーは俺全然必要としてないもん。だからうちのリスナーは荒野面白くないと思うよ。スタイルが全然違う。なんでかっていうと、うちはリッチで話ができて、頭のいい人とか、要は経験積んでる人がリスナーだから。だから、要は他の配信、もう一周回って飽きたところにここにたどり着いてるから、もう離れないの分かってるのよ。荒野離れるの早いぞ。伸びるの早かった分離れるの早いのよ。そういうもんなの。全部経験で分かってる。ゆっくりゆっくり確実に増えてったらもう絶対離れない。和道をディスらせた時あんなにペラペラディスが出てくることは普通に口、普通に口にしてるってことだ。まあ、どうだろう。ニコ生時代はアクティブ10、30で苦労したっけ。いや、アクティブ10、30。いや、でも、今で言ってもアクティブ10、30だよ。今多分アクティブ30ないよ。だから、あれだよ。うち潜りが多いから。だからね、これくらいの閲覧はあったよ。コメントが少ないの、うちは。要は、俺がね、コメントの煽り芸嫌いだから。だから、怒り芸とかやったりしたら、わらーとか来るじゃん。だから、うちは、トークで会話を重視してるから、30人いないと思うよ、今アクティブで打ってんの。でしょ？だからあの、フグセンさんね、ニコ生の表敬の仕方がおかしいんだよ。本当に今見てる人を出さないとダメなの。だから、キャスが出てきてそれのからくりがバレたんだよ。要はさ、何々だろう、ほら、手あげろよ、とか言って何が面白いのよ。でしょ？手あげたから何なのよって話になってくるじゃん。だからもうそこに疲れたんだよ、今のリスナーは。本当に面白かったらコメント流れるって。ドレさんはいい感じシフトチェンジすれば生き残れるね。いや、俺は逆だね。元に戻れって思ってる。悪いシフトチェンジの仕方しちゃってる。要はね、配信者に染まってきたんだよ。昔のドレさんは超面白かったんだよ。もう他にないものを持ってたの。それは圧倒的トーク力と経験値、人生観。要はね、これができる人っていなかったの。だけどね、小細工を使い始めたのよ。要は配信者が持ってる伝統的なスキルって言ったらいいのかな。キレゲー、あおり、プップクプーだの、バッキンガム宮殿だの、なんだろう。要はね、ドレさんの魅力が俺は半減してるとしか思えない。要は配信者に染まってきたって感じがする。これはディスではなくて評論ね。結局どこ見ても和道さんで落ち着く感じ。戻ってくるんだよ、結局。要は盛り上がってる時バーっていなくなるけど、いいの、帰ってくるから。まったり聞きたい時とか、ラジオの人とか、そう、ゆっくりしたい人が見てくれるから、俺は楽なの、それが。そこの層が一番いい。何かしながら放送を聞ける、見れるところがやっぱり消えないな。うなちゃんマンそこなんだよね、強いところは。だから俺ちゃんマンスタイルの、要はちゃんマンの真似はしてないけど、ちゃんマンの一番の強みは理解してると思う。
いや、珍味弾の強さ。だからそれが佐野イズムだけ継承してんのよ。佐野スタイル。ドレさんがやってるのは佐野スタイルを真似てんの。だからキレゲーも佐野風でしょ。だから、あんたたち行くわよ。KP がやりたいから、お前バッキンガム宮殿にぶち込むぞ NG なっつってんのは、はい、NG ですのパクリ。あれは佐野のことディスってるけど、佐野スタイル。要は佐野のやり方を模倣してるの。俺が継承してるのは佐野スタイルは一切使ってない。佐野イズムだから。そこが違う。ゆいがウナになりたいでしょ、どれは。わかんない。多分わかんなくて、わかんないんだと思う、本人も。多分気づかないで無意識でやってるよ。キレゲーとかは。要はね、ウナの放送とかをよく見ちゃってるから、多分影響されてるんだと思う。寄るから。良い考察です。言われてみるとでも当たってるでしょ。言われてみたらって感じでしょ。同意見な人多いと思うよ。でもね、別にそれはドレさんの閲覧の問題だから、俺正直ドレさんとも閲覧被ってないのよ。要は客層被ってないの、実は。アイラもトーク結構、いや違うんだよ。アイラのうまさはそこじゃないの。アイラは実は語れるんだよ。閲覧も取れるんだよ。違うの。金稼ぐ、要は少数人数で金稼ぐのうんまいの。要はね、たぶらかすのうんまいの、女の子を。本気にさせたり、火つけたり、盛り上げたり、あいつはすごいよ。だから女に特化したっていうのは、あいつ、俺はね、実はね、あのイケメンがあだになってると思ってんの。だからこそ稼げたっていうのもあるんだけど、あいつはね、本当はね、ブサイクだったらね、超売れてる、喋れる配信者になってたんだよ。俺は、アイラは、その自分、要は客に求められてるところを演じるのが上手かったと思ってんの。だからね、アイラって俺のリスナーなんだよ。昔から仲いいの。あいつ喋れるし、俺も知ってるの。あいつが、だからリスワンも撮ってたでしょ。でもリスワン撮る日って花火上がってないんだよ。ゴッツンさんいらっしゃい、初見さん。楽しんでってね。アイラもトーク結構上手くて安定してるっていうのは、そこだろうね。アイラ言ってたよ。閲覧が稼げる日は花火上がらない。そうじゃなくて、しっかりとコミュニケーション取って少数で。で、その時に花火バンバン上がるって言ってた。でもね、俺はこれ気づいてないんだけど、アイラが言った一言、もういなくなる前なんだけど、プライベートで言ってくれたのが、和道ね、気づいてないけど、お前花火めっちゃ上がる配信者になるから、半年間待てよって言われてんの。アイラから。お前自分で気づいてないけど、実は、ふわっちでめちゃめちゃ特化するのお前だかんねって。で、花火すごいことになるからって。言われたアイラに。で、俺はそれがまだ意味が分かってないの。いつかそれに気づくって言われてる。ニコ生のアイラ面白いよね。タチおはよう。こんばんは。まあいろんな人が来るでしょ。キューピーさんとも実は突何回かしてたよ、若い頃。はい、ワイド、お前、頭焼きそばパイエンみたいやな、つって。悪魔のキューピー、ワイド結構好きなんだ。喧嘩ずっと仕掛けたんだけど、かわいいかわいい、つってね、おちょくられてた。昔は。お前、焼きそばみたいな頭やな、つって。全然喧嘩してくんなかった。アイラはね、今仕事してるって。引退じゃないって。戻ってくるってよ。キューピー今放送やってんのって。まあだからうずいたんでしょ、捨て頃かなんか見て、配信やりたくなったんでしょ、まあいろんな配信者がね、力ある配信者がどんどん来るのはいいことだよね。俺キューピーさん好きよ。キャラ尖ってて違うんだよ。アウトローの流れ作った悪魔のキューピーだかんね。アウトロー、ヤクザも放送やっていいのって、ヤクザ潜ってコメント打ってたんだから。ヤクザワコツっつってね、潜ってたけど、俺実はヤクザなんだけど、配信好きなんだよってやってて、悪魔のキューピーさんがドーンって出てきたでしょ。俺もやろう、俺もやろうってみんなももう入ってきてるの、出てきたの。悪魔のキューピーがきっかけなんだから。これ先駆者だよ。元祖ヤクザ系だよ。なんかクルーズですごいブレイクしたんだから。
うん。面白いよね。なんかイメージ変わったというか丸くなった。よく言われるんだよ。ごっつんさん、ニコ生の時と比べると全然変わったよって言われて。あんまりね、自分で変わったつもりあんまないんだよ。多分ね、でも余裕が出てきたんじゃないかな。なんかその、閲覧稼ごうとかいう焦りとか、売名しようっていう焦りはなくなった。正直。正直言うとね、閲覧がね、100人だろうが300人、3倍でしょ？あんまりね、影響されてないんだよね。心の面でっていうの。全然平気になってきた。うん、毎回楽しい。あ、違うんだ。俺的にはなんか、何か変わった感じはしない。うん、でもよく言われる。昔のリサ。今ならフォローしたいし、普通に配信楽しめるし、なんかワド面白かったんだとかすごい言ってもらえて、すごいなんか嬉しいよね。捨て頃の結果、これから結果が嫌でも出てくる。うん？結果？これから結果が嫌でも出てくる。どういうこと？うん。カバンはね、カー君、これはね、渋谷のヘルツっていうところで、職人、もうね、3、40年、その、日本人がやってる革のお店なのね。その、本革、元祖、その本革で、最高のバッグ作るっていうコンセプトで。で、40年ぐらいも渋谷でやってんだけど、一点一点職人さんが工房で手作りなの。だから、部分的なカスタマイズとかも全部オーダーで受け付けてくれて。だからそのテンプレートはあるんだよ。もちろんパンフレットあるけど、こここう変えてとか全部対応してくれるの。一点一点。だからね、注文してからね、4週間最低かかるんだけど、もう一回買ったら20年使えるって言われてんの。すごい。全部革だよ。余計な裏地とかないの。分厚い本革。で、革もね、自社製品で、ほら。中も全部革でしょ。革だけで作ってるよ。いいでしょ。で、俺は、赤で作ったね、これを、うん。最近ランドセルってバカにされなくてかっこいいかっこいいって言われるようになったよ。なんかね、便所さんがこれをかっこいいって言ってくれたら流れ変わった。便所さんおしゃれじゃん。ワドのカバンかっこよかったなっていう風に放送で言ってくれてから、なんか見方が変わった。ね、色変わってきたね、色合いが。タバコケースももうだいぶ深い色になってきたよ、ほら。もう3年ぐらい使ってるかな。革はね、持ちがいいし、本当に10年、20年使えるしさ。あと、使えば使うほどかっこよくなるっていうのがすごくいい。そう、みんな赤いランドセルってバカにしてたの。割と、いかつくて笑った。そうかな。ニコ生の頃は見に行こうとも思わなかった。うん。革製品いいよね。革大好きなんだよ。うん。これで、ね、だんだん深みが出てきてね、ちょっとなんつうの、暗い、シンクっていうのかな。今はね、ちょっと赤が強すぎるんだけど、もっともっと深いいい色になってくよ。だんだん暗くなってくんだよね。で、こう、にじみとか出てきて。革好きにはたまりません。ラナパーとかオイル豆に、俺はね、ラナパーじゃなくてね、ミンク使っちゃってるんで、本当はね、ラナパーの方がいいんだけど、こっちは。いや、ミンクだと浸透するから柔らかくなりすぎるのね。でも俺はあえてミンク使ってる。うん。持つ人選ぶのはワドワニア。そうだね。俺結構ファッションセンスが独特って言われるから。カバンはこれ自体2キロ。1.5 から2キロぐらいあるのかな。ベルトループっていうのかな。ここにベルトに引っ掛けてるけど。で、ここに引っ掛けてるいつも。で、こうやってカシャって取ると、その、ジッポライターがここに入るのよ。だから俺、リスナーさんからジッポもらってるから、これを常に入れてて。ジッポとタバコ入れてるかな。うん。手入れ楽しいよ。油でベットベトになるけどね。うん、あと最近本革の小物で、これもさっき手入れしたんだけど、油で柔らかくしてってる。革製品は油塗っていかないと割れるからね。カピカピになって水分と油分なんだよ。だからもう豆に1ヶ月に1回は、オイルで手入れすると、もうすごい全部いい味になるよ。革のブレスレット。これは666のアイテムだね。そうそう、ミンクはミンクで、くたっとした柔らかさが出てくるから。くたっとした。動物性だから浸透しやすいんだよね。
これはだからこうペチャッとして沈んでいくっていうのかな、皮が沈んでいってかち、なんつうんだろう、重みがあって薄くて柔らかい皮になるのがいいの、そのカーフとかが。メンテが全てだね。これは666のアイテムね。ちょうど和道カラーだから、うん、2万人突じゃないね、1万人突の旅ね。一応足治ったらと思って今スケジュール調整が始まってんだけど、鮫島さんの企画とあと便所さんと予定があって、ちょっとね、出るの便所さんとの予定が23なんだよ。で、鮫島さんの企画がいつになるかで、ちょっと考えてる。うん、さっき、鮫島さんとはプライベートで電話したんだけど、いつにしようかなと思って。かわいいよね。今んとこ1万人の旅、リア突、そう、捨て頃の時のカウントっていうのは入れないことにして負けたから。なんか申し訳ないからみんなに謝りに行こうと思って。77でストップだね。無地の T シャツは俺はね、コンビニで買ってんの、実は。で、あそこのハンガー見ると笑うんだけど、あそこにもう20着ぐらい全部黒 T、無地の。これ無印良品。ファミマで売ってるね、600円の T シャツ。もう服に金かけんのやめようと思って。なんかね、物欲がなくなってきたんだよ。ほんと。なんかこういう20年とか使えるアイテム揃えていこうって、20代中盤ぐらいに思って、24ぐらいからもう安いもんバンバン買うより一生もの一個ずつ揃えていった方が効率いいわってことに気づいて、で T シャツはもうこれでいいやと思って、だから毎日同じ T シャツ、そこに20回あるネックレスは無名のメーカーだね。昔のランドセルはカーフで重かったよね。俺その時代じゃないもん。俺の時合成だったよ、ララちゃんランドセルとか、うん、俺もそうしようと。俺はなんかね、そのスティーブ・ジョブズとか、あとビル・ゲイツとかさ、あとなんだっけ、Facebook の創業者ザッカーバーグか、ザッカーバーグとかの考え方はそれぞれ理由は違うんだけど、俺がなんでも同じの、昔からでも実は同じ服着るの好きだったんだけど、ここに何かが書いてあるってダサいよ。人のメッセージを着てるんだもん。なんか俺もういいやって、俺はどちらかっていうと自分が表現者だから、俺の喋りを聞いてもらいたいから、ここにメッセージを載せたくない、あんまり。ここにメッセージを着ちゃうってことは誰かの発言だから無視でいいや。ジャスティン・デイビス、誰だろう、わかんない。だから俺ずーっとこれだもんね、どこ行っても、ジョブズっぽいんじゃなくて誰かのメッセージを着るのが嫌で、でずーっといろんな T シャツ買ったんだけど、ユニクロとか、まあ、コスパとかいろいろ考えたら無印良品のファミマでコンビニでいつでも手に入るし、すごい楽なんだよ。だからちょっと汗かいたなと思ったりとか、女の人に会うっつったらコンビニ行って着替えちゃえばいいんだもん。で600円だよ。で物持ちもう2年ぐらい着てても全然くたらないの。そう、その代わり、ジャケットとか、そういうものには結構こだわってるかもしれない。配信機材とか、そっちに金回そうと思って。無印いいね。あ、ジョブズはミニマリストだっけ？だからね。はい、ふわっちフォローありがとう。ありがとう。こうやってゆっくりゆっくり着々とリスナーさんが増えていくからね。ありがとう。ライダースは1着だけかな？もう買うつもりはないかな？ライダースはね、あれですね。あそこにあるライダース。これ。あ、赤と白ね。冬はあれ。もう、一丁ら。キャラクターって大事だと思ってて、
配信者って特にアニメのキャラクターとかと一緒で、ヒゲの人でしょ、丸眼鏡の人でしょ、赤髪の人でしょ、ライダースの人でしょ、黒 T の人でしょ、とか黒い人でしょっていうキャラクターで呼ばれるのって大事なんだよ。寄り目の人でしょとか。だから同じ服着るってすごい大事じゃん。アニメってそうじゃん。だから結構そのなるべくずっと同じ服を着るとか、同じメガネをつけるとか、同じアイテムをつけるっていうのにはこだわりがあるかもしれない。なんでかっていうと、自分がバズしやすいから。和道ってどんな人って、あ、丸メガネかけてるあそこの人だよとか、赤い髪の人だよとか、黒とか赤と白の人だよって。だから黒と赤と白のアイテムしかないでしょ。白、黒、髪の毛も赤、服は黒で、アイテムも赤、赤白で、パソコンすらも赤黒、キーボードが赤、もうそれくらいこだわってる。赤と黒と白しか身につけたくないっていう、それはそのキャラ付け、キャラクターを作るため、自分のすごいこだわってやってるよ、そういうのは。配信者として優位性を保つためにね。だからもう自分のアイテムをこうやって赤と白しか使って、赤白黒しか使わないとか、それくらい徹底して、すごい未来のこと考えてる。ムーのマグカップ後ろにあるけど最近使ってないかな。深層心理っていうわけじゃないけど、色ってすごく大事なんだよ、その人の人柄っていうか雰囲気を表すのに。そこまで大して考えてないよ、シンプルに考えてるよ、キャラクターを作るっていう、自分の。例えば俺がピンク着だしたらなんか違和感、だからあれだよ、林家ペーパーとかと一緒だよ。ピンクの人、バカチョンカメラの人ってイメージでしょ。だから部屋もそれくらいこだわりたいかな。だからリスナーさんからこのコーヒーメーカー送られてきたけど、分かってて赤と黒のやつだよね。俺のリスナーさんすごいそういうの分かってくれるから、赤いもの黒いものしか送ってこないもん。赤か白か黒。のんちゃんだって誕生日プレゼント赤いベルトだったし、すごい分かってる。それが嬉しいよね。だから俺にリアトするとき赤と黒と白でコーデしていこうとかも楽しいじゃん。バンドマンみたいなノリで。多分それは俺がその配信だけで終わりたくないっていうか、その先を見てるからじゃん。配信も極めたいと思ってるけど、その先を見てるからだと思うよ。いや、タバコはそこまでこだわってないけど。丸メガネは難しいよ。俺は丸メガネの時に何が難しいなと思ったかっていうと、すごいレンズの小さい丸メガネ、小さければ小さいほどいいと思ってて、でこれが一番小さかったんだよね。まん丸で小さいの、そう、これをこうやってかけたかったんだよね。変に芯があるやつはそこら辺にいるけどね。そうなんだよ、これはね、セルフブランディングっていうの。セルフブランディングなのか変なこだわりなのかの違いなんだよ。俺は目的のためにこうしてるの。目的があって、それを達成するために自分でセルフブランディングをしてるんだよ。そうじゃなくて、ただその自分の趣味とかこだわりでやっちゃってる人は別に結果が出ない。だから理由がないの。好きだからで終わりなんだよ。趣味みたいなもの。俺はこれは仕事の一環としてやってるの、セルフブランディングの。だから理由があるんだよ、セルフブランディングには。そういうこと。
そうそうそう、納得いくっしょ。アイラさんが和道はいつか開花するって言ってたのは、特定の彼女を作らずやってることに覚醒するっていうことなのな。俺は最近それに気づき始めた。要はね、みんなが、捨て頃の後に気づいたんだけど、女の人から、女の客がすごく多かった。で、女の人から、すごい最近、なんだろう、声をかけられるの。要はコラボもそうでしょ。みゆきちゃんとかさ、解放とかさ、この前の子もそうじゃん。なんだっけ。名前どう忘れしちゃった。だから、一定の女性の層っていうのを取り込まないと、花火上げるのは女性なんだよ。あと経営者。だからね、女性の層を取り込んでいかないと、やっぱりね、無理だよ。うん。女性をゲットしていかないと、女性花火師を。あ、そうだね、ゆうちゃん。世の中には本当にいろんな人がいるよね。奥が深い。アイラさんめっちゃ雑談面白いね。リスナーがそれ求めてないってのがまた面白い。要はね、おっさん層を取り込めるのよ。男性とかロム戦争とかを取り込めるけど、取り込みたいんだよ、あいつは。だけど、自分がそこ求められてないから、求められてる部分、要はサービス精神旺盛なんだよね。そこに特化したっていう。だからそのバカっぽいキャラっていうのかな。あいつ実は考えるし頭がめちゃめちゃいいんだけど、要はうんちくたれるの得意なのよ。だけどそこに特化しなかったっていうのはプロだと思ったよ。うん。そこはアイラのプロ意識だと思う。だけどたまに癖が出るんだよ。リスワン取りたいとか、閲覧取りたいっていう欲が出る。初見さんいらっしゃい。投げ仙人さん。もしよかったらフォローしてください。よろしく。アイラらしいっちゃアイラらしいし。でもね、その閲覧取りたいとかね、リスワン取り続けたいとか、そういう、欲みたいなものがなくなってきたら配信者は終わりだと思う。プライドっていうのかな。新しいフォロワーさん、フォローありがとう。そういうのがなくなってきたら俺は終わりだと思ってる。それはプライドだから。それは古い流儀だけど、コメントを稼ぐっていうのはニコ生の流儀で、同時閲覧を稼ぐっていうのはキャスの流儀で、でふわっちの新しい流儀は稼ぐっていうことなんだよ。そう、プロとしてやってくって、結果を出してくって、ちゃんと対価をいただくっていうプロ意識だから、トレンドが変わっていくよね、どん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 。次のトレンドはどうなるんだろう。でもなんかね、稼げると余裕が出てきていいと思うよ。稼げるとね、だん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 余裕が出てきて、やりたいことができるようになるから。すごく感慨深い話なんで聞いてました。マジでまともに話受けちゃダメだよ。ただのね、ニートの配信だから。ふわっちイコールホストってところ一番早く気づいたのはアイラさんの気がする。ああ、俺もそう思う。ユイドが近いうちにふわっち絶対なくなるって豪語してたから、潰れないわ。あいつの言うことで言う通りになったことがないから。ユイドさん、強弁するからね。
お聞きしたいことがあります。本当に配信だけで生活してるんですか？配信だけではないですね。メインの収入が配信で、あと YouTube の広告収入と、あとグッズ販売があるんですよ。T シャツとかステッカーとか。だから、一番太いのが配信です。はい。ゆうちゃん。はい。配信だけではないです。いろんなインターネットの広告、自分のサイトとかもあるんで、あと YouTube で結構お小遣いになっちゃい、グッズもでかいっすよ。順番で言うと、配信が一番稼げて、次がグッズ。で、その次に広告収入、YouTube とか。うん。あと個別の支援とかね。お小遣い振り込んでくれたりする人もいるんで。うん。まあ、そんな感じですね。まあ、配信がメインっすよ。うん。なんかその副業をやってたりとかはない。今は。でもそれも今年に入ってからだからね。どれの T シャツあれひどくね、売り物なのかね。いや、見てないからわかんない。彼女と別れろって言わずに、いつか気づくっていうアイラに聞かっけ。いつか、それよくわかんないな。ごめん。彼女と別れろって言わずに、いつか気づくっていう。うん、ワズさんが成功するのは彼女が足かせになってるとか言わないところがいいな。いや、俺ね、多分ね、彼女がどうのこうのとかじゃないと思うんだよね。アイラが言ったニュアンス。なんでかっていうと、あんまりね、そこ言わなかったから。だからね、そこじゃないんだよ。もっとね、深いところを言ってると思う。多分ね、アイラが言いたかったとこ、そこじゃないと思う。今の生活に満足はしてないです。はい。してません。ただ、だいぶ豊かになってきました。はい。それはね、昔はね、財布の中身が気になって、いつもビクビクしてたんですよ。生活費のこととか。今、お金のこと考えなくなりましたね。毎日、こうめん食えるぐらいの余裕があるんで、幸せですけど。まだまだ、僕はここに1億円が並んでないと安心できないです。常にここに札束がある状態を作りたいと思ってます。今、池かで主で、ふわっと強いですよね。わかんない。要するに、答え与えるんじゃなくて、考えさせる余地を与えたってところがかっこいい。ああ、そういうことか。考えさせるっていうか、まあ、あいつが見えてたんでしょ。あいつは稼いでたから、要は俺の未来が見えたんじゃない？その稼ぐイメージみたいな。だけど俺はまだ結果出してないから結果出したことについては語れるけど、わかんないものはわかんないよ。だって俺そんな稼いでないもん、ふわっちで。のんたは貴重な存在だと思う。たまに事件起こしてくれるし、そんな彼女欲しいもん。俺はのんちゃんすごく大事だよ。登録ありがとう。あとスタンプかわいいな。このスタンプはあれなんですよ。俺がその働いてる時に自分で作った。絵を描いたのはそのイラストレーターさんなんですけど、このこういうキャラクターのラインスタンプを作ろうって売り出したのは自分の企画だったんで、自分で作ったんですよ。うん、もしよかったら買って。前働いてた会社に貢献できるから。ケブンよろしく。ふわっちに生活保護者増えたのは、和道がふわっちで生活保護抜けたからやろうね。多分それあると思うよ。うん、生活保護抜けた方がいいって。うん、見えない。ラインスタンプこれ。見えないかな。これ、ありがとうって書いてあるでしょ。これ俺が、イラストレーサーさんすごい優秀な人がいて、これラインスタンプで販売しようって。キャラもの作ったの。
ャラクタービジネス展開させませんかつって。跳ねたらでかいから。そしたら、社長に企画が通って、やってみようって。あんま売れなかったんだけど、結果出せなかったんだけど。もしよかったら買って。かわいいでしょ？和道のキャラじゃないのかよ。うん。俺のキャラクターグッズなんか売れるわけねえだろ、うん。次の度にその革、カバン持っていかなくちゃね。持ってかないです。うん。持ってかないですね。生活保護返金問題どうなったの？うん、別にどうもなってないけど。うん。どうもなってない。城住みっていう生活保護受給者が生活保護をリスナーに勧めてるけど、いいんじゃないの？いろんな考え方があって。俺は別になんか生活保護叩いてるやつ頭おかしいと思ってるから。月25以上ですか？あんまりね、収入を言うもんではないと思ってますね、僕は。なんだろう。できる男は稼ぐし、できない人は稼がないんですよ。それが資本主義なんですよ。で、別に僕が月生活保護者だろうが、僕が億万長者だろうが、例えばね、俺が生活保護者だったら俺の聞く態度変えるの。俺が億万長者だったら聞く態度変えるの。もし聞く態度変える人だったら俺は俺の放送向いてないと思うの。うん、俺がいくら稼いでいようが俺は俺なんだよ。でしょ？それが人間の本質なんだよ。で、じゃあ25以上稼いでるか稼いでないか言うなったら稼いでます。はい。でもあんまり言いたくないです。なんでかっていうと、それは白い目で見るでしょ？うん、俺のこと。俺が別に稼げない頃から俺のファンは俺のこと応援してくれてたから。結果が今出てるだけだから、あんまり自慢したくない。おいっすー、ギフトさん。俺が稼いでたりとか稼いでなかったら俺と接する態度変えんのかよっていう。で、変えるんだったら俺はそいつと付き合えない。うん、俺営業マン、もともと。ネットワークビジネスでも相当稼いでたよ。うん、なんか捨て頃終わってから和道さん、冷めてるように見える。なんか変わったのかな。冷めてるんじゃなくてね、通常に戻そうとしてるんだと思うよ。捨て頃、やっぱ格闘技やってるとアドレナリン出るから。いや、嫌だったよ。イライラしてたから。やっぱ一個のことが終わってさ、落ち着いたんだよ。冷めてるんじゃなくて落ち着いたの。まったりやってる。稼いだ額は全部言いますって言ってたよ。あのね、ぶっちゃけ収入の話はどうでもいいや。あのね、金の話じゃ聞きたい人手挙げて。俺が今月いくら稼いでるか聞きたい人手挙げて。あのね、ちょっとね、難しいんだよ。あ、プロ配信者ですよ。はい。リスナーさんとプロ名乗った時は月収15万以上稼いだからプロ。要は、生活保護の金額って13万じゃないですか。で、15万あったら僕、生きていけるんですよ。だから、15万以上を、15万以上稼いだプロ名乗るって決めてたの。聞きたい。見事は興味ない。じゃあ、花火が10発まで行ったら収入公開するわ。あと9発上がったら俺の今月の月収公表するよ。先月だか今週だか。あんまり言いたくない。だから、花火あと9発上がったら公表するわ。楽しみにしといて。今日中に聞けるかどうかね。この枠であと9発上がったら話すわ。燃え尽き症候群に入らなくてよかったよかった。いや、燃え尽き症候群は燃え尽き症候群だよ。うん。正直言うと。うん。うん。お金ではないし見てる意味。そうだよ。うん。楽しかったら見るし、つまんなかったら見ない。面白かったらアイテムあげるし、つまんなかったらアイテムあげない。それだけだよ。シンプルだよ。前は収入書いてたやん。金が入るとかあっちゃう。違う違う。あれはね、プロフィールをちゃんと書いたら、全部書いてたの。
あの、毎月毎月の売り上げ。そしたら、業数が多くなっちゃって、小さくしてくださいって。要はカットしてくださいって。で、俺は別に公開してもいいんだけど、あの、理由1ね。まず、業数が足りなくなったっていうこと。で、収入もどんどん増えていくじゃん。これを書いてたらキリないから、要はそれだったらツイッターとかフォローとか、要は収入が上がることを考えたかったから、あれを省いたっていうこと。で、なんで言い渋ってるかっていうのは、花火9発で話しますよ。花火あと9発上がった時に、今月の収入、要は先月か今月の今いくら稼いでるのか収入暴露と、なんで言いたくなくなったのかを話すよ。ね。まあ楽しい話よ。何でもいいよ。うん、せこいじゃないのよ。そこはね、せこいじゃなくてね、あの、リアルな話聞けるよ。リアルな話聞ける。ああ、なるほどって納得できると思うよ。うん、俺にだって言いたくない話ぐらいあるよ。言いたい話もあるけど。この時間に300人来てればすごい。もうありがたいよね、本当に。違います。税金対策ではありません。うん、違います。うん、まあだから花火上がった後に話すからさ。まあゆっくり他の話して待ってようよ。聞いてても私真似できないしいいや。いや、でもね、あの、どの世界でも自分に合った分野って持ってるから、人間って。例えばその、ミルルさんにしかできないことってあんだよ。俺にしかできないことって。俺は俺にしかできないことに特化してるだけだから。その代わり何もできないもん、俺。うん。だから普通にバイトもできないし、普通にサラリーマンもできないし。要は、その、会社組織とか、チームプレイみたいなことできないしさ。うん。はい、お前ブロックね。ツイキャスではあんまり合わなかったね。ふわっち来て正解。本当に正解だった。ふわっち来たのはエセアカの影響なんだよね、俺。エセアカがきっかけで、ニコ生時代に天岐阜をすごいもらったことがあったの。その時は、匿名でもらったんだけど、まあ、のんちゃんなんだけど、5万円分ぐらいもらって、7万円か、トータル7万円分ぐらい持ってて、で、これを買う時にこれ買おうってなって、要は、アマゾンでこれ売ってなかったから、現金化してもいいってリスナーに聞いたら、いいよって言われたから。で、やっぱり天岐阜を現金化するっていうのに一番詳しい生主はエセアカだっていう話になって。で、エセアカにコメント書いたの。ふわっちにいるらしい。そしたら、ふわっち、なんか面白そうだな、つって。それで始めたんだよね。特化できるって才能なかなかないよ、すごい。いや、才能じゃないよ、勇気だよ、そこは。うん。俺はすごい勇気出してるから。配信で食って食って腹くくるのにすごい時間かかったし、結果出なくても諦めなかったからね、俺だって怖かったよ、バイト辞めるの。エセアカさんとかも面白かったのにな。ふわっち来てエセアカ、あ、ふわっちでダメになったタイプの配信者だね。もう小好きばっかりになっちゃって、要は本業のお客さんを楽しませようっていうのがなくなったよね。ふわっちでダメになった配信者いっぱいいる。要はね、あの、俺がふわっち始めた理由は稼げるからじゃないの。これ本心ね。あの、稼げるからこっちに来たんじゃなくて、その時キャスやってたんだけど、閲覧30だったの。同時閲覧。で、ふわっちやったら閲覧、同時閲覧、しょっぱなに200叩き出したの。で、俺そっから下がってないのよ。だから、閲覧がこっちの方が多いからこっちに逃げてきたの。そしたら稼げたのよ。プラスアルファ。要は10日間で3万円稼げたの。何にもこじってないのに。だから、って、同時閲覧200もあって、しかも3万円のお小遣いでかいじゃんってなったの。だから閲覧プラスお金なんだよ。俺の中では。そう、バカキャラだから面白かったのにね。だから元に戻ったらガンガンアイテム振り込まれると思うけど。結果さんいらっしゃい。お晩です。和道くんはふわっちやってから再評価されてるよね。珍しい。そうだね。そういうタイプの配信者珍しいよね。配信すること自体すごい勇気だと思う。プラスもあるけど。俺ね、実はね、リスナー一切やってこなかったんだよ。
リスナーをやってこないで、いきなり生出し始めたから怖さを知らなかったっていうのが、いきなり顔出しだったからよかった。うん。エセアカもダラダラ雑談とかアホなこととかやって楽しかったのにな。今、静止画で金金で見なくなっちゃった。俺も同意見だね、そこは。昔のエセアカ超面白かった。2011年の頃は渋谷のキングに煽った嵐配信者に人気を博して、ウェブマネー小月で一回落ちた。繰り返してる。まあまあ、そういう感じなんだろうね、ゴンベイね。あと、あれもあるじゃん。コトカとの絡みとかも面白かったじゃん。俺の移住のきっかけになった配信者もどんどんがめつくなってる。誰なの？俺の移住。カブニート誰きっかけなのか書いて教えてよ。ニコニコやツイキャスの大手でもふわち成功してない人もいっぱいいる。いるね。うん。いるいる。いっぱいいる。あ、ランランいらっしゃい。楽しんでて。こんばんは。瀬戸際？ああ、瀬戸際さんなんだ。へえ。あ、まあ、まあ、キューピーさんが300っていうのは俺は納得いくけどね。もっとすごい配信者だったから。まあ、昔のファン考えたら、まだまだ伸びるし。聖夜に、不なんとかな態度取って髪の毛掴まれるエセアカに持ってほしい。おー。キューピーはだって元祖アウトロー系だからね。アウトロー系が配信始めたきっかけの人だもん。伝統あるよ。うん。クルーズで最高記録出したんじゃなかったっけ？クルーズから降りてきた数。最高記録だったような気がするよ。もう初っ端ブレイクだもん。うん、まあ、あの、モンモン出してバーンっていうのは、すごかったよね。すごかった本当に。キューピーさんは娘が小指ないとかいう歌歌っててドキュモ抜かれた、うん、キューピーに挨拶行ったけど騙されて配信させられた。続けてはやらんって言ったわ。あ、そうなの。いや、それは建前でしょ。なんだろうね。いや、全然いける配信者だと思うけど。俺はそれより今日セブンさんが1000人以上人集めて花火バンバン投げられてたのに感動したけどね。セブンさん多分ふわっちがっつり来るから、キャスの配信者もこれからもがっつり来るよ。セブンさんはもう絶対うまみ感じたから、キャスも絶対毎日やると思うし、徐々にだけど、最初は週に2回3回が毎日に変わっていって、で、そうするとキャスの人たちも噂になってこう来るから、セブンさんがすごいでかい流れを作ったよ、今回。ふわっち熱いじゃん。絶対思う。よっさんと同じ流れ。よっさんもだからニコ生やんなくなったでしょ。うん。いや、キャスのリスナーすごい流れてくるよ。うん。セブンさんふわっち向いてるんじゃなくて、あの人は配信者として実力あんの。だからすっごい大、もうふわっち大ブレイクするよ、これから。まあ見ときな。予言通りになるから。キャスの配信者もこぞってやり出すから、めちゃめちゃ増えるよ。キューピーはホープに潰されたイメージ。違う違う。全然違う。キューピーさんが引退した後にホープさんが引退始めたんだもん。潰されたんじゃないよ。うん。違う。むしろ、キューピーさんみたい、キューピーが放送始めてアウトローとかモンモン系が増えてきて、その流れで、あの、ホープさんが出てきてるから。それは歴史を知らないの、ギフトさん。キューピーは引退してたから。だからむしろ、被らなかったの、時期。ホープさんとキューピーさんは。こういうの全部当てる。ヨッサンが今月以内に来るって全部ビタビタに当ててるもん。フワッチがこれからどう盛り上がっていくかとか。フワッチは割と敬遠されがちだけど、来てみると意外と落ち着く。そうなんだよ。金稼ぐ場所じゃないんだよ。リスナー層がいいんだよ。なんでかっていうと、お金持ってるリスナーさんしかいないから、落ち着いてんの。キッズがいないの。
頭が痛いのは何なんだろうな。緑は指くわえて見てるんだろうな。まあ正直言って緑さんはもうそろそろ考えた方がいいと思うよ。マジで。だって緑さんさ、月収40万とか30万だよ。俺より稼いでないんだよ。ありえないでしょ。サイト変えた方がいいよ。あの人だったら200万稼げんだから。ドワンゴ自体がダメだから。俺に月収負けてんだぜ、緑さんが。ありえねえよ。緑ニコ生ドワンゴに囲われて。緑さん来たらまあ、まあ稼ぐだろうね。うん、もしくはダダ滑りするだろう、ね、うん。まあ来ないだろうね。まあ来ないと思うよ。でも背に腹は変えられないよ。緑さん、要はニコ生はサイトップクラスで30万とかでしょ。多分ね、俺見え張って25万ぐらいしか稼いでないと思うよ。正直言うと。もうどん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 下火になってると思う、緑さんは。だってニコ生自体のパイがもう少ないんだもん。緑さんが一人で踏ん張ってる感じでしょ。かわいそうだよ。それは運営が悪い。いやもうね、もうよっさんが来てる時点で生態系変わってるから、みどりさんの影響はそんなないよ。うん。っていうかね、みどりさんのリスナーはふわっち来ない。だからみどりさん来ないんだよ。分かってるんだよ、みどりさんは。それ、要は閲覧が減る、要は恥かくのが怖くて来れないの。うん。そうそう、そういうこと。チェキさんの言う通り、みどりねる野田は死んでくの。これから。ニコ生と一緒に。いや、来れないんだよ。野田が来てダメだったのはそこなの。要は、ニコ生で500人以上集めてるわけじゃん。こっち来て10人とか5人とかに耐えられないんだよ。要は、俺とかに負けたらはずだから。俺に負けちゃうから。サノッチがやらない、川崎洋平がやらないのそこなの。メモレイもやったけど逃げたでしょ。要は、ワンワンだけなんだよ。わかる？要は、ワンワンはプライド捨てたの。もう和道に負けてもいいや。私、これから這い上がってくわ。だから、ワンワンもコメント打ってくれてんのよ。負けを認めたの。負けを認められない川崎洋平、サノッチ、メモレイ。俺より上だと思ってたから。これはプライドが邪魔してんの。うん、そう。思うように人が来ない。要は、タイミング間違えたんだよ。俺は早かったから。ふわっちに目つけたのが。その時はガラガラだったから。それブルーオーシャン戦略っていうのね。ライバルが少なくて自分のコンテンツができるのブルーオーシャン。でも今レッドオーシャン。要は相手から閲覧奪わないといけないから辛いのよ。先行者利益って言って最初にやってるやつの方が絶対強くなっちゃうから。それ分かってるからあいつらはできない。中堅どころは。うん。まあ野田はいいんじゃないかな。全然。だけどこっちで対応できるかって言ったらキャスの二の舞になるような気はする。野田は。閲覧200とか集めるだろうけど、500とかいかないような気がする。川崎ふわっち2、3回やったよ。でもすぐ撤退した。要はね、1回閲覧があるところに行っちゃうと、やっぱそっちの方がやりやすいんだよ。のび太と、あとアンパンは頑張ってるけど、要はヒロ兄貴で、結果出てない。石野康介も結果出てないでしょ。だ結構苦戦してる人多い。ニコ生系。それは拾い上げていきたいから、もしワンワンからコラボの依頼あったら俺は協力するけどね。ワンワンは絶対伸びると思ってるから、ふわっちで。ワンワンが売名したいし、ちょっと力貸してって言ったら俺は心よく引き受けるよ。最初は行くんだよ。維持が難しい。ふわっちで昼とかネタ受けるとは思えない。どうなんだろうね。まあ持ってるやつはちゃんと行くよ。実績出していけば。うん。のび太はプライドが高すぎるんだよ。要はニコ生出身の人はプライド高すぎ。閲覧とかにこだわりすぎ。フォロワーとか。要はマウンティング仕掛けすぎなの。俺の方が上だ。俺の方が上だ。私の方がすごいって。もうそういう時代終わったから。うん。
新野鳥が正しいんだよ。みんなで仲良くやってて盛り上げて、はい、サイトが盛り上がったら自分の閲覧も増えるでいいじゃんって。自分の実力は自分の実力で認めてこっていうスタイルが俺はかっこいいと思う。俺は新野鳥そういうところはすげえ勉強させてもらってる。その、過疎とも絡む。悪い顔しない。そう、みんなを大切にしてる。俺はそういう新野鳥大好きだよ。チャンスを与える。大手だからって威張らない。あれは新野鳥いいところだよ。タケさん、初見さんいらっしゃい。ネルはふわっち来ればやっていけるキャラだと思うが、プライド高すぎてバカだからニコダントームに消える。まあ、いいプライドと捨てた方がいいプライドとね、捨てちゃいけないプライドってあると思うけど。ワンワンリスワン協力してあげて、ワンワンから連絡来たら全然やるよ。ワンワン LINE 交換してるから。まあ、リスワン取りたかったら全然協力するよ。新野鳥はいい意味でも悪い意味でもバカだもんね。いや、バカっていうか、その、いや、素直なんだよ。素直っていう言い方変かもしんないけど。性格いいんでしょ。ニコ生社会のはぐれもんが集まってるから根本的に攻撃性高い。あー、なるほどね。そうそう。要は、その、自分は虐げられてきたっていう意識で、俺は今こういうスターなんだよ、みたいなね。わかるわかる。要は今まで仕返ししてやろうみたいなね。俺はこうだぞみたいな多いよね。コモキュンって誰？コモキュンって誰？頭痛えな今日。何なんだろうこれ。俺は、その、自分が才能があったり、実力がないから、勉強をしないといけないタイプだと思ってて。だから、ほら、努力家だとか、捨て子の時言われたけど、そういう性格なの。自分が才能なかったり、パワーとかスピードないのよくわかってるから、研究はすごいするタイプなの、昔から。だって、俺なんかさ、放送始める前、鏡の前で笑顔5分作るんだよ。で、発声練習して、そういうタイプなんだよ。シャンマンはどこでもやるね。シャンマンはね、柔軟なの。シャンマンは自分のリスナー持ってるから強いんだよ。稼げるところに移動するんだよ。トレンドリーダーなんだよ。だからシャンマンはサイトの見分け方うまいよ。その時その時で一番パフォーマンス出せるサイトに移動するからさ。フーウォッチってフーウォッチ、要は誰を見るって意味でしょ。フーウォッチから来てんので、フーウォッチって書いてあるはずなので、フーウォッチだと定着しないからっつってフワッチに途中で変えたの。すごい当たりだと思うよ。経営者がすごい若くてすごい柔軟なの。ここ最初はフーウォッチから来てんだよ。でフワッチに変えたんだよ。そう、 URL にもフワッチの横に吹き出してフーウォッチって書いてあるでしょ。トモキョンはウナのこと。あ、そうなんだ。横山みどりは、ヨウツベも始めたり、もう少し器用に仕事できたら10倍は稼げるけど。そうそうそう。俺も、みどりさんは1000万、2000万稼いでないと困るっていう感じ。中央公園で赤髪の人いたけど、あれ和道さんだったのかな。まあ、俺だろうね。中央公園歩いて5分だから。絶対俺だろうね。いつだろう。中央公園、昼間、夜。中央公園最近いつ行ったかな。まあ俺だろうね。あ、わかった。捨て頃の前の日夜中でしょ。捨て頃の前の日の夜中だ。シャドーボクシングやってたでしょ俺。黒いジャージを着て。俺それが中央公園夜中いた。要は一人でシャドーやってたの。走って。そう、多分俺だよ。配信回してなかったでしょ。練習してた。ただフワッチボロカスって言ってたら次の日やってるから。佐野は佐野。研究したくてやってるんじゃなくて研究好きなだけっしょ。それでいいんだが。そうそう、研究したっていうか、もう根がオタクなの。オタクっていうのはうんちくを語るのが好きなのと、要はね、オタクって金にならない圧倒的な情報量、博士レベルの情報量を持ってるのをオタクっていうの。だからオタクって自分の分野のアニメでもギターでも、パンクでも何でもいいんだけど、オタク、映画でもいいし、オタクっていうのは普段興味ないんだけど、特定の話題になると自慢が始まるのよ。
だからね、オタク気質な自分が好きになったものを研究するっていうのが好きなんだよ。てか、有名配信者はほとんどがニコ生初だったが、賢い配信者はみんなニコ生外部に羽ばたいていっただけ。おお、いい分析。今なんか、ニコ生に乗っては手遅れの残念な方々。違うよ。あのね、ニコ生じゃないと結果を出せないのが分かってるけど、それを人に言えない配信者。要は、ニコ生に減ったら今よ半分以下の閲覧になるのをプライドにして引きずってる人たち。要は、ネルさん、野田ゾーリー。まあ、野田は柔軟な方だけど、緑さんとネルっていうのは、他に行ったら閲覧減るっていうのを自分で分かってるから勇気が出ないの。そう。緑は小じきやり出したら誰よりも稼げる。間違いない。緑の才能ぶっちぎり。間違いない。配信者として生き様。間違いない。コーラいらっしゃい。でも緑が花火に感謝してる想像できないな。いや、しないと思うよ。キャラは崩さないから。昔は PC 使えるだけでオタクって呼ばれてた。懐かしいっすよね。クソカスカウスいらっしゃい。今のリスナーは離れるけど、間違いなく新しいリスナー来るんだよ。だけど、一旦離れる時期の自分で分かってるの怖いんだよ。要はね、掴んだ人しか分かんないんだよ、それは。要はね、もう、最後の最後、もうニコ生がダメダメになって初めて移動して、一からやり直すんだと思うよ。どうやって有名になったん？いや、有名じゃないと思うけど、俺。おう、ワン太郎、お疲れ、ワドツ。生の主力とかやってたのにな、本社がプライ、あれはね、違うよ。あれはリナリナの企画だから。緑さん、あの企画反対だったんだよ。だからあんま乗ってなかったでしょ。緑さんは自分の好きな企画の時ニコニコやるから。で、乗ってない、やらされてる企画であんま乗り気じゃない時はブスってやるの。要はね、もう、なんつうの、やっつけ仕事みたいになる。ああ、まあ、暗黒は面白いよ。緑さん面白いよ。インターネットの世界からアクセスできるのに、ちっちゃいサーバー内に留まってるのもどうかと思う。まあ、そうなんだよ。緑さん下手っつうかオタクじゃないかね。ちょっと一回トイレタイムいいっすか？トイレ行ってきます。次話してほしい話題をコメント欄にみんな書いておいてください。みんなが聞きたい話題をコメント欄に書いてください。はい、ただいま。今後の配信について、エンコーダーの使い方わからない、ゲーム配信も、あー、これは別だね。タイトル、わら。タイトルって何？ワドンさんの怖い体験談。怖い体験談か。ウナが、金梅は、葬式のライブで。俺は葬式全部リスナーさんにやってってお願いしてるよ。葬式っつうか、まあ、オフ会でもいいし。今後の配信？あ、今度の配信か。今後の配信ね。今度の配信って書いちゃってるね。そうだな。じゃあまあ、質問でも全然 OK ですよ。質問には答えます。はい、今後の配信についてを、まあ一緒に決めてこうかなと思ったんだけど。でもまあいいや。雑談と旅だな。雑談と旅。
目標は変わってないから、いつも言ってるけど、10万人に出会うっていうことと、ウェブ上でね、10万人の人と出会うっていうことと、あとは、そうだな、旅人になるはもう叶えてるっていうか、今現在進行中だし、あと映画を作る。これはまあ、10年先でもいいかなと思ってる。旅はまあさっきからずっと話してるけど、23日イベントさんと会うのが決まってて、で、鮫島さんの企画に呼ばれてるから、それがいつになるのかで決まるかな。あと、その、なんだ、FC2 ライブの公式の仕事がもらえるかもしれなくて、今月末に答えが出るから、それ次第だと思ってる。日本の旅が終わったらアメリカに行く。日本全国回るまず。1万人の旅が終わってからね。まあ、ニコ生に残るっしょ。残ってほしいじゃなくて、残るしかない。みどりさんは残るよ。大丈夫だよ。絶対残るから。ふわっちで稼ごうと思ったら、どうしても長時間放送になる。みどりは長時間やりたくない派だ。まあ、30分。乗ってない時は30分で終わりにするタイプだし。ね。まあ、時間効率で言ったら、めちゃめちゃいい稼ぎ方してるよな。ふわっちもね、なんかアイテム限定じゃないけど、その、花火持ってる人しか見れない放送、コミュゲンみたいな放送作ってくれって運営には言ってるんだけどね。アメリカじゃなくて、俺は全世界行くから。全世界で生放送するから。横山みどりは裁判で負けてチャンネル消えて公式減ったからもうこじ。裁判負けたの？チャンネル消えたの？予言で32歳でアメリカでしょ。一回行けって言われたんだよね。アメリカの空港を降りるだけでもいいって言われたから。まあ、今年中には行きたいね。32歳の。俺は、それはやらないとなぁと思ってるけど。な、今、荒野見てみ。これが現実だよ。一人になった瞬間閲覧200だよ。これが負けてるか負けてないかなんだよ。俺の言った通りでしょ、みんな。荒野今見てみ。閲覧200だよ。これで勝った負けたって言ってんだよ。もう、しょうもないよ。くだらねえ、やめようぜ。思い出ポロポロアポロさんいらっしゃい。楽しんでってください。もしよかったらフォローしてください。ラックスまでなら6万円台。ん？ラックスってなんだろう。緑と絡んでみて、ワドはどんな人物と感じた？俺は緑さんすごい優しい人でモテるのわかる。子供みたいな人だね、本当に。目が。発達障害特有の目っていうか、アスペ特有の目なんだけど。キラ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 して、笑顔が素敵で優しくて、子供みたいな人、本当に。で、配信を誰よりも愛してる人かな、配信会の中で。さっき初めてツイキャスで米版食らったんです。セブンさんのサブアカで、セブンさんのサブアカであの試合を称えてでも、キラコメをバカにしたいサブアカってそんな、ごめん、何言ってるか、タケさん、全然わかんない。要点だけ言って。さっき初めてツイキャスで米版食らったんです。タケさんが食らったのね。セブンさんのサブアカ？セブンさんのサブアカが食らったの。あの試合を称えてでも、キラコメばかりしたり、サブアカってそんな怖いんですか？何の話か全然わかんない。要点だけ言おう。誰が、いつどうなったのか。で、何を聞きたいのか。もう何が誰がどうなってるのかわかんない。タケさん、文章は理路整然とちゃんと書こう。何を言ってるか全然わからないわ、これ。まあ、純粋な目だね。和道さんはどうやって有名になったの？俺は有名じゃないよ。全然。自分で。俺のマックスの理想形っていうのは日本国民で俺の名前知らないっていうのが俺が目指してるところだから。だから俺はそうなってない。ただ最近嬉しいのが、今、和道の放送見ながら、電気屋さん行ったら店員さんに和道さんの放送見てるんですかって言われて笑ったわとか言われたりとか、あと、その、リスナーさん、ヘビーなリスナーさんに、その、
なんかその仲間内で飲んでたら、和道と俺ともね友達なんだよねっつったら、え和道とって言ってくれるそう人がいたとか、そういう話聞くとだんだん有名にはなってきたなぁとは思うけど、ただね、まあ1万人に1人とかでしょ、日本国民で言ったら。キラコメが爆破されたんですね。わかります？キラコメが爆破が意味がわかんない。荒野1ヶ月後ぐらいは閲覧が半減すると思っていたが、ヒカルがいなくなって1日で半分以上減ってる。まあまあまあ。荒野の配信スタイルをどう思いますか？下手。下手。下手だと思います。配信下手。初見さん、きなこさんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてね。和道です。よろしくお願いします。俺はちゃんまん。うん。俺は、あの、サノイズム継承者だから、一番尊敬してるのはちゃんまん。うん。そこはもう一切ブレてない。この4年間。ただ、影響を受けた配信者は他にもいっぱいいて、実は一番その俺を変えてくれた配信者はエミさんなの。うん。うん。俺にすごい配信として多大な影響を与えてるのはエミさんだね。いつから旅行行くの？旅行くの？ね、まあ、その質問すごい重複してるからあんまり言いたくないんだけど、23日に便所さん、予定があって、で、FC2 の公式とアベマの公式の仕事の打ち合わせ、日程のスケジュールがあって、で、さらに、鮫島さんの企画のスケジュールがあるから、それが全部まとまったらだね。今、動けない状況。うん、そう、エミさんの。エミ。うん。終える予定はない。うん、終わった時が終わった時。俺は予定とか組まないから。うん、別に、いくら時間かかってもいいと思ってるから。要は、セブンさんの試合は叩いた。はい、わかりました。でも、枠がキラコメばかりで、キモって言っただけでバン。うん。OK。わかった。要は、タケさんは、セブンさん試合良かったよって。でも何このコメント気持ち悪いんだけど、みたいなこと言ったらバンになったと。それで俺に何をすればいいの？それで俺は何を答えればいいのかな？その、OK。状況分かった、タケさん。で、俺は何を答えればいいの？うん。ワドさんの名前は何ですか？ワドです。はい。ワドって読みます。なんですごろ終わったらみんな旅行きたがるの？もともと旅配信者だったんだよね、にゃんちゅ。俺も旅配信始めたばかりだったし、ヒカルくん旅配信者じゃん。で、ドレさんと、まあまあ、旅配信者みたいなもんだよな、テルは。だから旅配信者が東京に集結した感じだね。うん。エミーは SM クラブでコラボと。あとね、その前にね、ラハイナに2回ぐらい行ってるね、これ。和道にとって旅とは何を指す？不便なもの。旅行っていうのはプランが決まっててパッケージになってるもの。それをお金で買うことを旅行っていうの。俺は不便さを味わうために、経験を積むために、人と出会うことだと思ってるの。で、とことん不便になることが旅だと思ってるから。だから俺は旅行はするつもりないって言ってんの。旅をするって。あとは、その、地球に住んでる感覚っていうのを手に入れる。そう。にゃんちゅう、もしよかったらフォローしてね。うな尊敬してるけど、ワドをアウトロー煽ったりしないね。あ、よく言うんだけど、俺は、うなちゃんまんのスタイルは継承してないの。うなちゃんまんのスタイルを継承したりとか真似してるやつはどれさんなの？要は、あんた、はい、お前 NG なっていうのが、バッキンガム宮殿にぶち込むぞって。要はモノマネでしょ？あと、てめえムカつくんだよって言ったら、てめえムカつくんだよ。要は、スタイルっていうのはこういうこと。要は、やり方を真似してんの。俺は、イズムを継承してんの。ちゃんまイズム。要は、生き方とか、やり方じゃないの。あり方を真似してんの。ちゃんまの生き方。要は、自由奔放に生きて、喋りたいこと喋って金稼ぐっていうのは、そこが佐野イズム。だから、やり方は他の人から。スタイルは他の人から手に入れてる。俺は。エミさん好きだったな。今は幸せになって本当に良かった。いや、すごいと思うよ。配信やめたらブロガーでアメブロでトップ取って、そっから出版で漫画家になって。
やっぱ天才っているんだなと思ったよ。本当に実力ある人はフィールド変わっても結果出すみたいな。そうそう、俺はだからチャンマンはだから人生の先輩だと思ってるから、あの人の生き方がかっこいいと思ってそこを真似したいの。やり方なんかどうでもいいと思ってる。チャンマンのやり方とかは真似してないよ。うん。エミキチガイトツとかギター壁にぶっ刺したらよかった。ツイッター、え、ツイさんフォローした。ありがとう、ニャンチュ。うん。頭痛えな。サブアカをバカにするなよってみんなに言った。サブアカってそんなに得？サブアカってどっから出てきたの？ごめん、タケさん、話して元に戻っちゃったんだけど、さっきさ、サブアカの話してなかったじゃん。サブアカがよくわかんないんだよ。サブアカっていうのは誰なの？俺、サブアカって人を知らないのよ。セブンさんの試合は叩いたん、え、ちょっと待ってね。セブンさんの試合叩いた。でも枠がキラコンばかりでキモいって言っただけでバンデスまでは良かったじゃん。で、何を聞きたいのって言ったらさ、新しいワードが出てきて、そのサブアカをバカにするなよってみんなに言ったって、サブアカって何、誰のこと、そんなに特別っていうか、俺サブアカっていう単語を知らないから分かんないよ。うん、セブンさんのサブ、セブンさんのサブアカが何なのごめん、何言ってるか全然分かんないし、何が聞きたいのか全然分かんないよ。どういうことなんだろう。さっきまでは分かったけど、セブンさんのサブアカがバンされたってこと、何を言ってんだろう、わかんないよ。龍神さんだね、旦那さん。うん。エミって早稲田入ったけど3日で辞めたんだってな。やっぱぶっ飛んでる。もったいないよね。うん、そういえば、もんちゃんがワドパンチドランカー少女出てないかって。あのね、すっごい今日頭痛い。すっごい頭痛い。そんなに打たれてたかな。まあ気にしてくれてありがたいけど、チャンマニアいらっしゃい。うん、はい、あの NG ワードなんで気をつけて、チャンマニアブロック入れてるから、それ、うん、理解力あるワードでも解析不能か。俺理解力ないよ、アスペルカーだから。自分が興味あることはとことん語れるけど、相手が何言ってるかを読み解くのは超苦手なの。要は自分なりに分析して自分語りをするのは超得意なのよ。ただ会話とかがすごい苦手。会話、対話、相手が何考えてるのかよくわかんないっていう。だから文法通りに読み取っちゃうの。だから文法が崩れるとわかんない。頭痛いんだよね、すごい今日。いやだって今日稼げてないもん。花火一発だったら飯食えないよ。俺の本業配信だぜ。これこれはどう？ YouTube 始めてあっという間に10万人。嫌いだけど儲けてるね。これこれさんの放送一回も見たことないからわかんないかな。ただまあ10万人のファンができるっていうことは、10万人が面白いと思ってるはずなんだよ。でしょ？だから俺より実力あるっていうふうに俺は考える。俺は見たことないから俺が好きか嫌いかは語れないし、あれだけど10万人のファンがいるってことは10万人が面白いと思ってるんだよね。そういう人だと思ってる。リスナーでいるのは我慢できない性格。俺だからリスナーやってないもん。だからサブコメとか持ったこと一回もないの。匿名コメントもニコ生で一回も打ったことないの。俺売名するためっていうか、名前を売るため。要は売名だよね。要は世の中に俺の名前を知ってもらいたくて放送始めてんのに、なんで匿名でコメント打つんだろうって理解できない。全く自分の名前を出さないでコメントするっていう発想がわかんない。だから俺ずーっと和道っていうコメントで、だからワンワンのところだけだよ。匿名でコメント打ったの。ワンワン和道でコメント打つとすぐブロックするから、匿名でコメント、バンされたら、ブロックされたらすぐ匿名に切り替えて。ありがとう、竹さん。うん。セブンのサブアカってこと。この話はいいや、和道さん。ごめんね、竹さん。本当に煽ってるわけでもなくて、俺病気なんだよ。発達障害でアスメっていう病気なんだよ。申し訳ない。うん。ただ俺に何を聞きたいのか一言で言ってくれたら俺すぐわかるから。だいたい状況は理解できたよ。セブンさんのサブアカはバンになったんでしょ、うん、で俺に何を聞きたいのか全然わかんない。それはセブンさんに聞くべきだよ、うん、セブンさんに聞くべき、俺が思うに、うん、どうしようもないよ、うん、
弟もアスペルガーなんだ。手頃のグローブ、一番でかいやつですね。16オンスです。16オンス。俺のコメント理解できてるし、ゴジってもちゃんと読めてるし、理解力低くはないと思う。理解力、いや、それは文法が正しいからでしょ。ゴジとかは、ほら、読めるじゃん、前後で。そうじゃなくて、なんて言うんだろう、文脈っていうのかな。わかん、ちょっと表現するのが難しいんだけど。ありがとうね、初見さん。アライファ、ファムさん。もしよかったらフォローしてください。本赤米は基本。もしかし、本赤米は基本？もしかしたらコメント見て、配信見て来てくれる人もいるかもしれないから。マドロだけじゃなくみんなニコニコはクソだと言ってるよ。俺別にニコニコクソだと思ってないよ。緑も言ってるし、未だに立ち見とか追い出しとか頭おかしいよ。やる気ないんだよ。運営がやる気ない。捨て頃アートだからちょっと怖いよね。頭痛いのは。ぶん殴られた後の頭の痛みは結構怖いよな。大丈夫かな。和道には障害がないと思う。あ、そう？うん。ドワンゴは違うよ。二日酔いじゃない、え、昨日お酒飲んだっけ。二日酔いじゃないと思うけど。あのね、ドワンゴじゃない、角川だよ。の、要は、ドワンゴが角川と提携した時に、トップの経営陣が株を売ったことを指すんだよ。つまり、もうこのサイトは伸びないって言って、角川に譲ったの。会社を。でしょ？で、お金を手に入ったの。つまり、もうこのサイト育てる気ないんだよ。ドワンゴは。だから、角川のものだよ。で、角川のおじいちゃんの古い会社の人たちが理解できないじゃん。夏野に変わったぐらいのタイミングで、ひろゆきが、もうニコ生終わりだって手引いたタイミングでもう終わってたんだよ。休まないと怖いけど、仕事やしね、配信。そうだよ。アイテムだってさ、お前ら、配信で食ってけるのいいっすね、みたいなさっき空気だったけど、お前らこれだけ喋って、今何時間喋ってる？ 2 時間半喋って500円だぞ、お前。2時間半喋って500円って仕事どっかにあるか？これブラックだぞ。超ブラック企業で働いてんだよ、俺。しかも自営業だからね。俺の会社やべえだろ。2時間労働でブラック500円だから。ひろゆき最近帰ってきたけどね。後遺症残ったらやばいよね。今日風が、雨降ってたからね。ニコ生は森も野田もチャンネル消えるし、緑が消えたら、雑談界隈終わり。いや、一人ブラック企業ですよ。MRI 撮ってみたら、でも大丈夫か？こんな綺麗な滑舌。多分大丈夫だと思うけど。なんだろう。頭痛が。ちゃんと伝えないと弟も理解。そうそうそう。伝え、ちゃんとっていうか本人が飲み込めるまでね、話してあげないとダメなの。アスペは結構本人も苦しいんだよね。アベマもやってるんじゃないの？わかんないけど。浅井さんに直してもらうか。まだ花火一発だそうっていや切れるわけじゃないけど、まあまあ面白いぞ、ブラック企業。ひろゆきは2ちゃんの創設者もそうだけど、あれだよ、あの夏野よりドワンゴの株持ってんだよ。夏野、要は今の社長よりもドワンゴの株持ってるから大株主だよ、ドワンゴの。あ、だから、まあ一人で頑張ってるよね。なんとか仕切り直そうと。ADHD が捨て頃の PV の時の和道みたいな論破はできないだろう。むしろあれ ADHD の思いっきり症状出てるんだけど、アスペと。あのね、ADHD とアスペをね、みんな誤解してるんだよ。知的障害かなんかだと思ってんの。あれは、あの PV は思いっきり ADHD とアスペの特徴出まくってるよ。
私は転換発作の子、そうだよ。あ、じゃあ病気の精神障害の話する？アスペルガー症候群って何なのかとか、精神障害の話を改めてしてもいいよ。あの、普通の健常者でもわかるように。なんかみんなね、誤解をしてるんだよね。発達障害が何なのかよくわかってない。転換発作後遺症で言語障害出てるので、母親に通訳。ああ、いいじゃん、いいじゃん。うん、まあ全然障害についてあので会話でよかったら話すけど、例えばなんだけど、障害って大きく分けると3つ国が発行してるんですよ。あ、じゃあきなこさん話すね、今から。で、身体障害、知的障害、それから精神障害、ここまで OK だよね。で、身体障害っていうのは、例えば左腕がない、左目がない、舌がない、臓器の一部がない。これはもう説明しなくてもわかるの。要は、見える箇所とか内臓とかが一部が欠損している状態とかだよね。ここまで OK だよね。うん、身体障害。これは目に見えるから普通の人でもわかる障害。うん、で、今度、知的障害っていうのは、まず IQ で測るんだけれども、正確に言うと IQ、何だったっけな。IQ75 以下の人。IQ75 以下の人を知的障害と言います。で、知的障害とは何なのかっていうと、平均 IQ が100だとした時に、明らかに能力差、要は記憶能力、会話能力、言語能力とかいろんな分野があるんだけど、それが劣ってる人のことを、要は脳み、誤解しないでね、俺は偏見もないし、自分も障害者だから、障害者を貶めるようなことは言わないから。ただ、簡単に言うと、脳みそが足りない状態の。脳みそが足りないって言うと、それも語弊あるけど、脳が、脳自体が少ないと思ってくれたらいいよ。ポユー3さん、お邪魔します。どうぞどうぞ。で、OK、まだまだまだ、先に行かない。クソカオスな。だから、そう行くと、わからなくなるから。OK ね。で、そう、いいこと。それも話が出てくる。じゃあ、精神障害とは何なのか。これを誤解してんの。要はみんな精神障害って知的障害のことだと思ってんの。精神障害っていうのは IQ が関係ないの。頭が良くても悪くても。要は頭がいいっていうのは IQ の。そう、75以下のこと。てつさん。OK ね。次進むよ。OK。次進むよ。例えば、みんなが頭がいい、頭が悪いって、こう、384人の中でいろんな人がいます。その中で落ち込むことあるでしょ。なんで俺の人生うまくいかないんだとか、落ち込む状態ね。これは精神病ではないんです。うつ状態と言います。精神病の手前。うつ状態と言います。70だ。てつさん、ごめん。75だか70だか、ごめん、忘れちゃったんだ。ディティールは検索して。75だか70。ちょっとその辺のディティール間違うことあるから。ない、ある、うつ。ない、ある、うつ。どういうことだろう。まあいいや。みんなが落ち込んだ状態のことは、うつ状態と言います。これは病気の手前の段階。で、ね、話が逸れてくな。みんな空気読めないな。たけさん、IQ っていうのは、病院で測ります。ウェイス3っていうのが一般的です。はい。OK、次行っていいかい？もう。空気を読めないな。OK、語っていい？OK。で、うつ状態から今度死にたくなったりとか飛び降りちゃったりとかしたら病気なの。誰がどう見ても。みんなが落ち込むことはあるじゃん。でも立ち直るんだよ、普通は。だけど、例えば知り合いの中でうつが悪化しちゃって、リストカットしたりとか、ね、風邪薬を何十箱も飲んだりとかしたら病院行こうってなるでしょ。もう絶対うつ病だよってなるでしょ。ここに初めて精神病になる。じゃあもっと言うなら、もううつが悪化して幻覚幻聴見えてずーっと何かで悲鳴上げてたりした統合失調症っていうんだけど、これも病気なの。つまり頭がいいかは、頭が悪いかじゃなくて、脳内の神経物質、要は脳内麻薬と言ってもいいや、の異常をきたしてる状態。脳みそはしっかりある。
もしくはなくても関係ないんだけど、本人がアドレナリンが出すぎて人を殴っちゃいすぎたりとか、これは躁病ね。躁うつ病の躁状態って言うんだけど、もしくはドーパミンとかセロトニンとかっていう快楽物質が異常に出なくて鬱になって、家に引きこもっちゃったりすると。OK。これが精神病なの。で、今度なんだけど、また新しいジャンルが出てきたの。この20年ぐらいで。これが発達障害っていうやつなの。発達障害。発達障害っていうのは何なのかっていうの。かっていうと、昔自閉症っていうカテゴリーがあったんだよ。で、自閉症っていうのは、自閉症っていうのはどういうことかっていうと、知的障害を伴っていて、さらに自閉症っていう自閉的な傾向がある人のことを自閉症っていう。だから知的障害のジャンルだったの、もともと。ただ、最近この何年かで分かってきたこと、この20年ぐらいで分かってきたのが、高 IQ の人の中にもこの自閉症の傾向がある人が発見されたの。昔はこれを性格異常って言って片付けてたの。わかる？要は、気違いとかいう言葉で片付けてたの。だけど明らかに病気であるっていうことが判明したの。医学が発達して。でもまあ、昔は知的障害者の中に自閉症っていうジャンルがあったから、知的障害者が伴ってたんだけど、明らかに頭、学校も勉強もできるけど、明らかに突発的に規制上げるバカとか、急に、なんつうの、コミュニケーションが異常に取れなかったりするやつとか、いたでしょ、クラスに。40人に1人ぐらいいるはずなんだよ。頭はいいんだけど、なんか喋り方が独特だったりとか。これ病気なのが分かったの。要は、高 IQ でも、低 IQ でも自閉症っていうジャンルがあるんだなって。で、今、自閉症スペクトラムっていうジャンルができたの。この中の一つがアスペルガー症候群。それが俺。OK。ノアさんこんばんは。はい、こっから質問タイム。ももこさんいらっしゃい。もしよかったらノアさんフォローしてね。こんばんは。OK、理解できた。だから、俺はみんなが言ってる障害者に見えないっていうのは、俺が IQ が高いか低いかの話をしてんの、多分。要は頭がいいか悪いかの話をしてるの。これは知的障害のこと。俺が持ってる精神手帳っていうのは性格の方なの。OK、分かった。不眠症をかかるんだったら精神科医だろうね。まあどうでもね、俺の元嫁、糖質だったんだけど、先生の理由が IQ がいきなり下がったと俺に、IQ が下がることはないです、いきなり。はい。アスペルガー症候群っていうのは何ですか？ウィキで検索してみてください。その方が多分早いです。性格と病気の線引きは難しそう。あ、いいとこつきますね。実はね、これ学会でも揉めてるところなんですよ。それって性格なんじゃないのっていう派の先生もいるんです。少数で。アスペとはどんな症状ですか？それはね、基礎教養なんで、こっから、アスペルガーって言っても4タイプあるとかいろいろあるのよ。発達障害っていう大きなジャンルがあって、そこに ADHD、学習障害、自閉症スペク、旧アスペルガー症候群とかいろいろあるの。じゃあ俺が解説した方がいいか。OK、ウィキはいいや。俺が引っ張ってくるわ、画像。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ADHD、要はね、症例がいっぱいあるんだけど、ちょっと待ってね。自閉症スペクトラム。ちょっと待ってください。もう、解説した方が早いや。オッケーオッケー。ちょっと待ってね。まず、アスペの症状は、ウィキで調べたらわかるんだけど、まずこれを見ないとわかんないと思うから。よいしょ。はい、行きまーす。これが自閉症。要は、昔、自閉症って言葉は知ってると思うんだけど、自閉症っていうのは、どこになるんだ。低機能自閉症。要は、カナー症候群に、このグラフだとカナー症候群のところに当たるとか、知的障害者とか、この辺のことを指してたのよ。で、アスペルガー症候群っていうのは、知能指数は一般以上あるんだけれども、高次機能自閉症っていうこのジャンル。
わかりやすいでしょ。うん。俺のアスペの症状はさっきから言ってるけれども、人の気持ちが理解できないのと文脈通りに理解するっていうこと。例えば、ちょっと音楽が邪魔になってきたから、ちょっと待ってね。これが、まあ、あれなんだけど、女の子のニュアンスがわからないっていうのがよくある。例えば、俺がよく言うのは、好きなの嫌いなのって女の子によく言うの。好きなの嫌いなの俺のことって。この前の配信でも、そんな感じのあったと思う。あのね、要は、ねえ、私のことどう思うって言われても、好きだったら好きって言うし、嫌いだったら嫌いって、はっきり言っちゃう。とか、ねえ、私の気持ちわかるって言われたら、わかんないっていうの。わかるわけないじゃんって、うん。こういうこと。糖質は治ります。糖質は全然治る病気です。あのね、なんて言うかっていうと、含み、要は、含みが理解できないと思った方がいい。うん。要は、空気が読めないとか、そういうこと。うん。OK。精神病は遺伝しますね。はい。遺伝すると思うかどうかじゃなくて、するんです。はい。します。はい、で、俺は、アスペルガー症候群。これ、もうアスペルガー症候群でいう病名はもうなくなったからね。ちなみに言うと。OK、うん。遺伝するんだよ。はい。で、この麹機能、要はアスペルガー症候群の中でも分類があるからさらにややこしいの。だから簡単に言うと、みどりさんがアスペって言われてるけど、みどりさんは典型的なアスペルガー症候群。要は患者の数が多いやつ。俺はちょっと変則的なのよ。ADHD っていう別の病気も発達障害持ってるから。ステコロお疲れ様でした。しかばねさんいらっしゃい。新規バイキの、ああ、はい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 、どうもです。声かけていただいて嬉しかったです。わどーって言って。なんかね、駅降りてコンビニでロホコさん行ったら、あ、わどーだって言ってくれるおっちゃんがいて。うん。おっちゃんっていうかお兄ちゃんかな。そうそう。で、挨拶させていただきました。しかまねさんぜひフォローしてください。よろしくお願いします。うん。家族でアスペだったら大変だな。あ、だからうちの家系はそれだよ。明らかに母親も精神病、父親もね、軽く、要はアスペなんだよ。俺が今思うに。でも本人たちは適応してるからあれなんだけど、本人たちは気づかなかったね。俺がアスペなの。うん。要は自分が普通だから。しかまねさんフォローありがとうございます。精神の場合、目でわからないから疑われたか。そうそう、そういうこと、そういうこと。俺がよく言うんだけど、例えばね、こういうこと言うの。精神障害がなんで苦しむかっていうと、例えば、右手で箸を持つ、左手で茶碗持つって日本人のマナーとして当たり前じゃん。ただ、左手がない人が、こう、ドッグイートしてても、日本人で注意しないでしょ。だって左手がないから。もしこれで左手で茶碗持たないとって言ったら差別になるのよ。で、知的障害がある人が、それがわかんなくてスプーンでご飯食べてても言わないの。なんでかっていうと差別になるから。スプーン使ったらダメだよって言わないでしょ。だけど、精神病っていうのは目に見えないんですよ。わかる？だから差別が起こりやすいの。要は、こういう病気があるっていうことを理解して、初めて、その人がこういう人だからっていう対応できるの。だから日本って今、精神障害者がかなり差別されてる状態だと、俺は思ってる。目に見えないから。脳の中の精神物質の問題だから。だからよく例えるのは、僕は麻薬で例えます。みんなちょっと一緒にイメージしてもらえる？一緒にイメージしてもらえる？それは精神科で診断できます。で、アスペルガー症候群とか発達障害に関しては、関東の場合だと、東大と、どこだっけな、慶応義塾大学と、もう一つの大学病院で検査をします。僕は東大で検査をしました。デパスは聞きますか？聞く人と聞かない人がいます。はい、で、一番わかりやすい例えっていうのは、統合失調症とか精神病の一番わかりやすい例え。俺がいきなり配信中に、俺が例えば覚醒剤の、例えばだよ、覚醒剤の常習犯の患者だとします。で、幻覚とか見えてるでしょ。要は統合失調症と同じ症状。で、俺が雑談してる時に急に、毛穴から虫が出る、助けて、助けて、助けてって言ったらみんな、気違いだと思うでしょ。虫いないよってコメント打つ人手を挙げてください。
もしくは気違いだと思う人、もしくは覚醒剤の常習犯だと思って引く人、手を挙げてください。俺がいきなり虫が出てくる、アリが出てくる、怖い怖い怖いってボリボリ書き始めて発狂し始めたら、なんか病気だとか薬やってると思う人は手を挙げてみて、手を挙げてみてください。どうでしょう、フォローありがとう、のあちゃん。精神障害あると彼女できないんですけど、どうしたらいいだろう。俺は精神障害持ってるけど、彼女ずっと言いますね。何人も言います。にゃにゃ、みんな思うでしょ？ネタだと思うでしょ？ OK。これがまず偏見ね。じゃあ今度、質問を変えますね。質問を変えます。もし、現実世界でいきなりみんなの毛穴から、アリンコが這い上がって、ぐじゃぐじゃぐじゃって食いちぎってアリンコが出てきたらどんなリアクション取る？怖い、助けてって叫ばない。もう目で見えてるの。アリが皮膚を食い破ってブチュブチュってムカデとかいっぱい出てきて、うわーって叫ばない。もう見えてるの。で、皮膚も痛いの。そしたら叫ぶ人、手を挙げてください。叫ぶ人。助けてって、虫が虫がって。もう見えてるんだよ。本当に食い破ってるんだよ。で、もし自分がそうなったと仮に想定したら手を挙げて。なるでしょ。これが病気だよ。統合失調症の患者はそうなってるの。だから見えない霊がいるとか言い始めたり、宇宙人がとか、要はどっかの宗教団体に狙われてる、電波が怖いとか言ってるでしょ。これが統合失調症っていう病気なの。だけどみんなはそれがわからないから偏見扱いするの。これが精神病。理解できたでしょ。これが多分一番わかりやすい、その精神病に対するその広め方を俺は。この話、にゃんにゃんね、この話を理解できないのは、IQ の問題だね。私が病気なのっていうふうに思ったってことは IQ の問題です。はい。わかりやすかったでしょ？そう。だから一番いいのは、その対処法と、その人の性格と、その人の病気を持ってる人の心をつかむことなの。偏見を持たずに。精神疾患はない。和骨、精神病と認知症はまた違うが、認知症はだって脳が萎縮してる状態だから、全然違うよ。偏見はダメ。こういうことよ。はい、じゃあ病気の話はこれで終わりです。ありがとう、聞いてくれて。IQ 測ってるし、テストの結果出てますよ、僕は出てますよ。全然測ってます。もちろん。非公開？いや、全然話してるよ。俺は、図形系のテストが異常に得意だから、メンサのテストとか、メンサワード頭良すぎるから受けてみろって言った IQ140 叩き出した。要は、図形のとか空間把握能力って異常に高いのね。あと、色彩感覚が異常に強いとか、要は、発達障害特有のいいところを持ってるの。ただ、俺、言語性 IQ って言うんだけど、理解力がほぼ皆無なの。だから、なんつうんだろう。テストの結果、どっかにあったよな。これだ。ストロングポイントとウィークネスポイントっていうのがあるんだけど、IQ は平均 IQ、要はみんなが言ってる IQ っていうのは、俺はね、どこだっけな、81だったかな。IQ81。で、N って書いてあるのが、もう IQ0 の状態。だからもうグラフに、要は強い、人よりも強いところと人よりも少ないところがバラバラに出るの、こうやって。俺は積み木と序列が異常に得意。動作性 IQ が高いんだよね。で、言語性 IQ っていうのが異常に低かったりする。OK。これ。だからこれがもう発達障害特有の症例。で、このどれがどう出るのかっていうのが、その人のパターンになるの。要は理数系の脳みそだね、俺は。だから、数学とかは異常に得意なのよ。
アルゴリズムを見つけるのは得意なの。なんか分析とかすごい得意でしょ。すごい的確だし、すごい的を得たりするの。なんでかっていうと、法則性を見つけるのが得意なのよ。普遍的な法則性とか数字とか、その人の癖とかパターンとか見抜くのは得意なの。ただ、相手が何言ってるかとか時系列とかが異常に苦手なの。だから、時間の管理がすごい苦手なの、俺。うん。そう。そう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 。だから、ありがとう、助かるよ。花火ありがとう、匿名さん。そう。だから、自分語りは得意なんだけど、コミュニケーション能力は異常に低い。うん。言語性も普通に高いところあったでしょ。要はね、簡単に言うと、なんていうの、自分が思ってることを相手に伝える能力は異常に高いの、俺の場合。ただ、相手が何を言ってるかを理解するのが異常に低いの。だから、なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんだけど、会話に困るっていうか、だから何言ってるか分かんないやつっているじゃん。イライラすんだよ。うじうじしたやつとか、イライラすんの。だから、なんつうんだろう。うん。そう。だから言語性の中にもいろいろあるのね。言語性の中で8個あるのかな、分類。だからバラバラに出るんだよね。おい、ケブンさんパフェありがとう。ノアさんまた来てね。お疲れ。フォローしてね。あ、フォローしたって言ってたね。ごめんね。うん。そう、配信者に向いてる。うん。俺もそう思う。本職業はぴったりだと思うね。だからよくコメントで何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないっていっぱい聞くでしょ。多分、うちの長い放送のリスナーだったら、よくリスナーが何書いてんのってイライラしてんのよく見てるはずなの。それは俺が、その自分の特性なの。ただ、自分語りをしたりとか、相手の分析とか、いろんな評論みたいなのと異常な洞察力とかあったりするでしょ。うん。プログラミング経験者じゃないよ。うん。全然違うよ、犬のうんこさん。想像力っていうか妄想は結構子供の頃から。だからみんなが野球とかサッカーとかチームプレイで遊ぶでしょ。俺そういうの一切しないで、ずっと人形とかレゴとかが好きで、一人遊びをずっとした妄想でガシャンガシャンとかやってる感じの子供だった。うん。記憶力も自分の興味がある分野に関しては異常にいいね。興味がないことに関しては何も覚えらんない。だ花とかさ、のんちゃんによく聞いてたでしょ。あの花なんて言うのって。でもね、覚えてないんだよ。自分が興味がないから。ただ、なんつうの、興味があることに関しては鮮明に覚えてる。記憶は消えない。研究職とか無理じゃないかな。俺が、中学校しか出てないから。デザインパターン？何のデザインパターン？うん、何を言ってんの？うん。うげえ。インバルダを鼻から入れたら、いたたたた、鼻払ってくる。いってらっしゃい。うん。学者気質ではないよ。学力、基礎学力は俺にはないから。興味ないなら、みんな覚えないんじゃないかな。例えば、俺は行ったことのない地名覚えないのよ。だから、なんていうの？今まで大阪がどこにあるかとか、広島がある、どこにあるかとか、全然わかんなかった。北海道と千葉と東京と沖縄しかわかんなかった。だどこって言われても全然わかんない。未だにそうなの。だから旅行ってんの。オブジェクト思考のデザインパターン。あ、そうなんだ。ん？なんだ、スルーか。いや、コメント読んでるよ、犬のうんこ。それをサバン症候群って言うんだろう。あ、もう、松村とか俺はもう発達障害の典型だと思うけど、あれはね、でもサバンではないよ。俺、アスペだと思う。サバンは言い過ぎ。うん。サバンはあれは言い過ぎ。あれはね、番組的に言ってるだけ。なんだっけ、バズーカか。バズーカがサバンっていうのを勘違いしてる。サバンって確か知的障害伴うぐらい重度のやつだから。松村邦弘はサバンまで IQ 低くない。うん。みんな茨城とか山口とかわかるもん。俺もわからない。みんなそうじゃないの。どうなんだろうね。まあ、一個の例えね。それは。ちょっと伝えるのが難しいんだけど。あれは言い過ぎだと思う。アスペアだけど、こだわりが強かったり、特定の分野に関して異常な知識を持ってたりとか、特定の行動パターンを繰り返すっていうのがあるから、違う、アルゴリズムを発見するのが得意っていう意味ね、俺は。自分はサイコパスが注目、最近はサイコパスが注目。それはアニメの影響でしょ？
それはもう完全にアニメの影響だと思うよ。うん、なんかそのサイコパスってアニメがあったんでしょ、うん、あ、データまで全然全然、うん、なんか、うん、アルゴリズムって、俺が伝えたかったのは法則性、法則性を見つけるのが得意っていう意味だったんだけど、伝わらないかな。空間認識能力優れてるのは羨ましい。例えば、その、地名とか覚えるのが下手なんだけど、一度行った場所は歩いて、こう、あ、ここ来たことあるっつって、そう、10年ぶりとかでも歩いて行けちゃったりとかするとか、まあ、そういう感覚みたいな。なんで知ってんだろう。泳ぐの好きだったね。なんでわかんの、うん、加藤だっけ、極楽の加藤、うん、泳ぎ結構得意だったね、うん、鼻がもげそう。具体例で言ったら、数学のテスト勉強しないのに96点以下取らなかったりするのに、国語とか英語とかが30点以下だったりとかした。要はもう、なんつうんだろう。バラ、未だにだから小学2年生ぐらいの漢字しか書けない。うん。有名な脳科学者のサイコパスって本がすごい売れてメディアとかで注目されてた。あ、そうなんだ、うん、そこにどんな法則性、数学って法則性だけでできてるんだよ。わからない、うん。伝わらなかったらそれでいいよ別に、うん、例えばそのこのパターンとこのパターンの図形の中でこのパターンはどれに当てはまるかっていうのって法則性を見抜いてるんだけど、めんどくさいっていうか多分理解できないんだろうな俺の話が、うん、数学と他の分野が苦手とという中にどういった法則性があるの。そこには法則性の話は含まれてないよ。俺が言ってるのは数学と他の分野が苦手だっていうこと、数学が得意で他の分野が得意だっていうことに法則性があるっていう話はしてないの。数学っていう分野が得意なっていうことはアルゴリズム、要は法則性を見抜くことが得意だから先天的に持ってるからそういうことができるんでしょっていう比喩をしたの。それを理解できてないのは君の言語理解能力の問題だから俺はそのなんつうの、数学が得意、国語が苦手って言ったのに、アルゴリズムがあるって発言はしてないからね。うん、誤解をしないで。数学一番苦手だったから、ちんぷんかんぷん。アルゴリズムって、あれをこうして、あれをこうしたら、こうなるから、あれをこうして、こうなる、こうなるっていう、みたいなフローを作り上げるのがあるのに、そういうこと。そう。で、犬のうんこが言ってんのは、その、特定の名前がついたアルゴリズムについて詳しい。俺はアルゴリズムに詳しいって言ってないのよ。アルゴリズムをいっぱい知ってるって言ってないの。アルゴリズムを発見するのが得意だから、そういう能力を持ってるって言ったの。あ、宮崎哲也さんは発達障害だろうね。うん、わかる。うん、宮崎哲也さんはわかる。うん。あの人すごい好きで、結構追っかけてた時期があって、エピソード聞いてる限りは多分発達障害だと思う。自己愛あったことありますか？で、殺したくなる。うん？どういうこと？自己愛あったことありますか？で、殺したくなる、うん。うん。そう、数学には法則性があるから、数学が得意だったっていうことは、アルゴリズムを見抜くことが得意でしょっていう証明を言ったんだよ、俺は。数学が得意ならアルゴリズムの法則性も体系的に説明できるよね。違う。まず俺は基礎学力がない。なぜなら中学しか出ていないから。わかる。だから証明をしたりとかそういう学術には特化してないの。わかる？そこはわかるかな？犬のうんこ。ね。俺はあくまでなんで数学の点数が得意だっていうことを言ったかっていうと、アルゴリズムを見抜くのが一番重要な学問として出るのが数学だから、それを理解できないのよ。わかる？
自己愛性人格障害。ああ、俺は自己愛性人格障害ではないから、うん。みんな何かしらの障害を持ってるんじゃないのかな。まあまあ、持ってる人は持ってるし、持ってない人は持ってない。例えばさっき言った精神障害者の手帳って、40人に1人は日本は保持してることになるから、まあ、クラスメイトに1人ぐらいはいるっていうこと。うん。うん、サインバルタを鼻に入れるっていうのがよくわかんない。格闘技に関しても法則性を見出しながらって感じだった。そうだった、うん、トム・クルーズは台本を覚えるのに目で見て覚えられないから。そう、なんて言うんだっけ、なんとかもっていうんだよね。要は文字が読めない、うん、それ似た感じ。うーん、どうなんだろうね。トム・クルーズはなんつうんだっけ、文字が読めないんだよ、とにかく、うん。初見さんいらっしゃい、 SJR さん、もしよかったらフォローしてください。数学が得意だという話しかしてないぞ。普通だったら理解できるはずだと思った。説明不足だったらごめん。で、多分犬のうんこ以外は全員理解してると思う。犬のうんこだけなんだよ、俺の話を理解してないのは。他の人から反論が出てないっていうのもそういうことだと思うけど、うん。だから数学が得意なら法則性についても言及できるって言ってるのは、あなたはアルゴリズムの名前をどう合ってるか間違ってるかを俺に言わせたいだけかもしれないけど、俺はそこに関しては基礎教養がないから無理だって言ってるじゃん。それを理解できてないのよ、うん。アルゴリズムの考え方って何？犬のうんこ。アルゴリズムに考え方って何？アルゴリズムって法則性でしょ？考え方とかないから。うん、文盲か。文盲って読むの。あ、同い年なんすか。よろしくお願いします。多分学習障害だろうね。じゃあ、アルゴリズムの考え方の素養がないやん。アルゴリズムの考え方って何ですか？犬のうんこさん、僕、アルゴリズムの考え方ってわかんないんですけど、何ですかそれ。アルゴリズムに俺は解釈なんてないと思ってるんだけど、アルゴリズムについて考えるって何ですか？法則性のことを指すんだよ、規則性とか、うん。アルゴリズムに考え方なんかいらないよ。うん、だからそれはそのパターンについてでしょ。やばいなこいつ、本当に。ジョニー・デップは顔が覚えられない。俺はね、人の顔と名前覚えるの異常に苦手、うん。あとね、誕生日とかも覚えるの苦手。本当に苦手、記念日とか、うん、すごい大変、うん。偉そうに初見騙してるんじゃないぞ。俺騙してないよ全然。あなたが勝手に騙されたと思ってるだけでしょ。俺は自分がアスペルガー症候群っていうのがあってね、なんつうの、法則性を見抜くのが得意だと、メンサとか図形系のテストだと高 IQ 叩き出すって言ったのよ。それがどこが騙してるの。あなたが俺の話を理解できてないだけだと思ったよ。ケイブンさんおやすみ、また来てね。パターンとか方向性がすごく似ててすごいびっくりしてる。あ、そうなんだ、コーラ。うん。ブラッド・ピット。だから分散とかループとかわかんないっつってるじゃん。あなたも話わからない人だね。俺は中学しか出てないの。そういうことはわからないって言ってるじゃん。話のわかんない人だな。犬のうんこは何が言いたいのよ。俺は数学わかんないっつってるじゃん。うん。何を言わせたいの俺に。何を言ったら俺に納得できるの。うん。ねえ、もうめんどくさいね、こいつ。うん。トツかけてきなよ。もう会話で話しようよ。会話で。俺はアルゴリズム研究家じゃねえわ、俺。
俺、アルゴリズム研究家でも数学者でもねえわ。数学者のとこ行ってくれよ。頼むから。そんなにアルゴリズムの研究したいんだったら、勉強したいんだったら、ググれ。もう。病気だろ。そういうこと、そういうこと、ベギラゴ。いや、もう全然トツかけてきていいよ。話そうよ、もう。話す？トツしよう。トツするんだったら。俺は、ね、認めてるじゃん。アルゴリズムについて俺は詳しくないよって。いいならいいけど、さよなら。うん。脇さんいらっしゃい。かずきさんか。かずきさんいらっしゃい。すげえな、ほんと。俺も勉強しなくても数学は模試とか1位取ったことあるんだけど、英語国語は人を2倍やっても全然ダメだった。全く一緒だね。ほんとアルゴリズム勉強枠見に行きてえわ。アルゴリズム枠ね。すげえよな、ほんとに。あ、そうなんだ。もしよかったらフォローしてね、かずきさん。あー、首痛え。今後の配信どうしようかな、本当に。なんかでも良かったよね。一個の目的に対してその結果を出すために頑張るみたいなのは。俺は機械の動きを制御するアルゴリズム作ってソフト書くけど、なぜか国語も大好きで小説書いてる。へえ、天才だよ天才。ありがとうございます。匿名さん花火ありがとう。旅やめてないよ。再開するよ。まずさん、しんどいかもしれないけど、そろそろ解放成分欲しくなってるな。解放成分？解放成分ってなんだろう。寝ながら聞いてください、ぜひ。ありがとう、花火。言語的法則性って言った方が分かりやすいかも。言語的法則性は俺は理路整然としてる方だと思ってるんだけど、だからね、言葉、日本語みたいなのすごい苦手で、日本語の面白さってさ、文法をぐちゃぐちゃにできるじゃん。言葉の順番っていうの。わかんないけど。だけど、俺は、小学生みたいな文章になっちゃうの。僕は今日何を食べました？美味しかったです。みたいになっちゃうの。そうじゃなくて、あの味は美味しかった。なぜなら、みたいなのがすごい書けないの。なんつうんだろう。小説みたいっていうの。こう、奥ゆかしい感じっていうの。そういうのが苦手。理路整然と喋るのは得意。だから面白みのない文章になる。だから過剰書きになるんだよね、俺の文章って。過剰書きが多いの、すごい。物の位置とか分からなかったり、人に素直に答えちゃったりとかあるから変わってる人だったら、ああ、じゃあまあ発達障害の可能性あるね、コーラさんは。あの練習は動産的に努力じゃないの？ね、ミーコさんね。俺、努力っていう言葉がすごい嫌いで、何なんだろう。いつも言うんだけど、努力しない人なんていないんですよ。みんな努力してるんですよ。で、努力って当たり前のことだと自分で思ってて、なんか努力って嫌なんですよ。嫌いなんですよ、考え方が。努力は正しいみたいなのもすごいヘドが出て、努力は俺は当たり前だと思ってて。なんか、頑張れとか努力ってあんまりピンとこないですね。努力じゃなくて、俺は結果出したかったから、ただやってただけであって。あんまり深く、努力美化的な考え方はすごく嫌だ。昔から嫌い、努力って言葉。そう。こんばんは、ハーさん。勉強して運転免許。おー、すごいじゃん。
海宝真由美は今入院してる。精神病に入ってる。だから、まあ、コラボは退院したからだね。和道に配信出会ってから本気で診断してみようか迷い出した。でも本人が生活できてて問題なければ、まあ大丈夫だと思うよ。で、もし困ってることがあったりとか、まあでも薬で治るもんじゃないし、対処法を覚えるだけだから結局。だからまあしょうがないよ。でもそれは普通の人もそうだと思ってて、得意なところ苦手なところって誰しも持ってるわけじゃん。で、人との付き合い方とか、その体験的に学んでいくわけじゃないの。いや、もう発達障害の話やめたいんだけど、みんな興味あるらしくて、めんどくさいのも出てきて、すごい困ってるんだよ、今。発達障害について語ってたんだけどね。普通ってないんだよ。普通って自分、さっきも話したんだけど、普通とは何なのかって。これ俺の考えなんだけど、自分の体験っていうのは嘘つかないから、体験を平均化したもの。要は俺にとっての普通っていうのは俺が今まで体験してきたことの中で平均値を割り出してる。だから普通ってね、みんなにとって価値観が違うんだよ。そう俺は解釈してる。だからアルゴリズム的に考えてるでしょ？そう考えると。わかる？その、なんつうんだろう。言いたいことわかるかな？法則性を見出して物事を考えるっていう性格なの、俺が。ひろゆきとかホリエモンもなんかの病気かな。成功してたら病気もクソもないよ。ビル・ゲイツだってスティーブ・ジョブズだってかなり変人だからね。昔から人見知りしない。人見知りはしないけど人嫌いは結構ある、俺は。人間が大好きで人間が大嫌いってよく表現してんだけど。相談枠。ああ、全然相談乗りますよ。トツかけてきてください。ぜひ。LINE 公開してますんで。もしよかったら LINE かけてきてください。俺もアスペだから〇〇できない、やりたくない、無理。アスペだからしょうがないよね。許してで済まないと思ってしまう。できない、無理。アスペだからしょうがないよね。許してで済まないと思ってた。アスペの人がそう言ってたのかな？何々ができない、何々は無理って言ってたアスペがいるのかな？まあ、いたらどうなんだろうね。俺は、どういうふうに例えば、アスペの人がいたら、俺だったらどういうふうに考えるかっていうと、君アスペで何が得意、何が苦手って聞く、まず。で、無理なことはさせない。経営者だったら。効率悪いから。で、アスペルガーってこだわり強いから、得意なこと、好きなことで分野が伸びるから、まず俺が経営者だったり、友達だったら、その人にまず聞いて、何が得意で何が嫌でって全部聞いた後に、その人が好きな仕事を振るね。適材適所をする。アスペだからを言い訳にする人が多い。なるほど。俺はね、あんまり、アスペだからっていうのを言い訳にしてるっていうよりも、もう最善策を模索するから、アスペの仕事をしたことがあるんだけど、まず苦手な分野はさせなかったね。言い訳をさせない環境を作ることってすごく大事だと思う。カジュアルアスペ感ある最近。なるほど。トム・クルーズもアスペルガー。あ、そうなんだ。1日3回はシコシコするので病気ですか？重病ですね。言い訳させない環境っていうよりも、経営者としてそいつは能力がないやつだと思う。なんでかっていうと、言い訳をさせたりとかする状況って経営者としては、要は、その人のポテンシャルを最大限に引き出せないような環境を作ってしまってるんだよ。経営者としては。だから、周りも悪くなる。要は、言い訳をさせてる。要は、なんでこれできないんだって言わせてるから、アスペだからですって答えてるわけよ。つまり、経営者が間違ってるって俺だったら考えちゃうの。なんつうんだろう。アスペなのを分かってたはずなのか、分かってない状況なのかっていうのは分からないけど、それでアスペですって本人はそれしか答えられないの。
なんでできないのって、そういう病気なんですって。要は本人が SOS を出してる状況なのに、まだそれを無理してさせようっていうのは生産性が全く見込めないと。で、資本主義社会においては生産性がないことっていうのは評価ができないし、コミュニケーションが悪くなるし、雇ってる側も良くないんだよ。だったらこの人が得意なことをさせてお金を生み出させた方が絶対いいって考えちゃうから。俺が経営者の目線だったらね。で、友人だったら職場を変えろってアドバイスする。君が働く場所じゃないっていう。アスペを言い訳にするやつはアスペじゃないと思う。アスペを言い訳にしてる状況っていうのがよくわかんないかな。アスペを言い訳にしてる状況。どういうことなんだろう。どういう時にそういうことが起こるの。アスペルガーを言い訳にしてる状況ってどういう時？仕事？スポーツ？どういう時にその状況が起きるのかが、どういう状況なんだろう。例えばさ、チェキさんとか要はさ、それを見てるんでしょ？アスペを言い訳にしてる状況。どんな状況でそれが起こるの？結婚前提に付き合ってほしいって言われたけど、その人の妹さんが発達障害で、妹の子供も遺伝子発達障害なんだけど、正直そこが引っかかってる。和道さんは気にする？俺が発達障害だから気にしない。で、多分俺と結婚を考えてる人は気にするんだろうね。アスペを言い訳に就活しないナマポとか多いですよね。多いのかな？どうなんだろう。俺はそういう人に会ったことがないからわからないね。だから、シチュエーションが思いつかないとわからない。怒り散らして散々周りに迷惑かけた後、アスペだからしょうがないと言われてもどうも納得する。それは怒られたの？予算が怒られた方、怒った方、予算が。怒り散らしてっていうのは予算が怒った方なの？それともアスペの人が怒られ、怒った方なの？要は受けてか、怒った方か、で、状況変わるじゃん。自分が発達障害ってことにいつ頃気がつきましたか？俺は27の時だね。俺アスペだから〇〇できない、やりたくない、無理、アスペだからしょうがないよね、許してって、さっき言ってた人いたけど、このパターンはアスペじゃないと思う。なるほど。まあ人によるけど、そのカテゴリーの中から出てくる気のない人は嫌だな。それはね、もうアスペとかいう問題じゃないと思うんだよね。俺は、仕事においては結果を出せないっていうことは、その、病気だろうが何だろうが、プロ意識の低い人だっていう判断をするの。まず。本人側からすると。何かを自分で選択していて結果を出せなかったりするやつっていうのは、その、プロ意識がない人なんだよ。何かを言い訳にするって、何でもそうなんだけど。で、プロだったら実行責任だと思ってるのね。自分で、何がダメだったのかを考えて、改善をしていく人が成長する人だと思ってるの。だから、それは、俺は、今、アスペがどうのこうのって話になってるけど、例えば親のせいにしたりとか、時間のせいにしたりとか、収入のせいにする人っていっぱいいるでしょ。だから、それ全部を否定する。で、経営者の立場だったら、もう適材適所。要はその人が何が原因だったら、まずそこに配置しない。で、要は目線、立場によって変わるんだよ。で、そうだな。アスペルガーだから何々できないっていう人を言ってる状況っていうのが想定できない、俺は。他者が見てアスペかどうかが重要で、アスペを主張してる、して嫌なことから逃げてる人が多すぎる。なるほど。気づいたきっかけは何ですか？病院で診断をされたからです。はい、
そのアスペだとメンヘラとかを盾にしてる人が最近多すぎてどう付き合えばいいのか。あ、オッケー、予算ね、それはね、付き合わない。これが正解だよ。なんで嫌な人と付き合うのかなんだよ。なんでかっていうと、もう根本的に合わないんだよ。予算は。その人と。なぜ接触をするのか。例えば職場にそういう人がいるんだったら、俺は職場を変える。学校、そういう人がいない職場を選ぶ。シンプルでしょ。だから、その人と絶対接触しなければいけない状況っていうのが間違えてるから、環境自体を変えようとするかもしれない、俺だったら。そしたら絶対ノンストレスなんだもん。でしょ？うん。自分をこう見てくれて誘導して言い方を考える努力をするのに、そこから抜ける手段は努力して考えない。自分をこう見てくれて誘導して言い換えを考えて努力するのに、そこから抜ける手段。何のことなんだろう。抽象的すぎてよくわかんないけど。そのうち何かのせいにする人は何かの病気って学会でそう。お話聞いててわかりましたが、アスペって病気ではなく性格だってわかりました。アスペはだからさっきも話をしたんだけど、性格なんじゃ、昔は性格異常で片付けられてたの。精神科医の中で。要は気違いって呼ばれたりとか、性格異常って言って、要はもう薬じゃ治んねえっつって医者が見放してたジャンルの。それを、この20年ぐらいの間に、なんて言えばいいのかな。こういう病気があるっていうふうに確立したジャンルだから、性格異常派だっていう医師もいっぱいいる。はい。首にすればいいということ。経営者はその権限があると思うけどな。例えばさ、予算が経営者で、で、その病気を言い訳にしてる部下がいたとする。で、もし病気を隠していて、アスペだっていうことを隠していたんだったら、なぜそれを最初に言わなかったんだっていう理由で解雇できると思うんだけど、俺。どうなんだろう。だって、それって重要なことじゃん、働く上で。自分が障害者であることを隠していて、就職してるんだから。でしょ？俺だったら切るよ。もしそれで合わなかったら。もし合わなかったらね。俺合わない人と離れたら周りがアスペっぽい人ばかりになった。気が合うんだろうね。アスペの人のために仕事辞めなきゃならないのか。状況によると思うよ。それがどれくらいのストレスでどれくらいの負荷なのか。要は、仕事を辞めるに値しないぐらいのストレスだったら無視をすればいいと思うの。もしくはあの人を転勤させてくださいとか、部署を変えてくださいとか、シフト組まないようにするとか、いろんな対処法があると思うんだけど。うん、逆にその手の人を専門に雇う会社を作って役員から助成金をもらう。それが A 型作業所です。はい。B 型作業所、A 型作業所でしょ。これが。仕事まで引きずるのはなし、仕事まで引きずる話だな。それは先に言わんと。だと思う、俺は。うん、だって明らかに問題行動を起こすのは分かってるわけじゃん、自分で。だって、多分、その、仕事で何々できません。なんでなの？アスペだからっていう人っていうことは、その前の仕事でそういう状況が絶対起きてるはずなんだよ。で、その人の問題じゃん、明らかに。会社に迷惑をかけてるのは。だから、それは告知しなかったんだったら、その人はクビにするぐらいの、あれだとは思うよ。ただ、もしそれを事前に分かっていた上で雇っていたんだったら、経営者の能力の問題だと思う。だから、その、詳しい状況がよくわからないけれども、今聞いている限りだと、アスペラの申告してない人の問題なような気はする。うん。あるんだ。ある。うん。普通の人は法則性に弱い気はする。うん。普通の人ってだから何なんだろうっていう。感じだけど。なんか、その、俺は、その、普通の人ってあんまりいないと思ってて、普通の人って人それぞれの価値観だからズレがあると思ってるから、だからその、経営者なのか労働者なのか友達なのかでアドバイスが変わるんだよ。で、基本的には自分が幸せになるためにみんな生きてるわけですよ。で、そう、幸せって今度何なのかっていうとさ、そう、お金が幸せだったり、人間関係が幸せだったり、人それぞれなわけだ。だからまず、
どうやったら幸せか聞く。どうやったらはかどれるのか聞く。で、その通りにやってみる。で、そうするとパフォーマンスが良くなると信じてる。はい。履歴書に書かなかったら、誘引し文書偽造で解雇できる。多分合ってるよね。だから俺が言ってること。世の中捨てるか捨てないかの二択だもんね。悩んでも仕方ないか。だってさ、その、くだらないストレスなんぶっちゃけた話。で、雇ってる側からすると、任せた仕事、期待しているパフォーマンスが出ないわけじゃん。で、それが病気が原因だっていうことは、病気を告知してないっていうことは重要な問題だと思うの。面接の段階で。じゃあなんであなたこの会社選んだのって話になってくるわけじゃん。で、だったら病気を治すことに専念しなさいって、俺が経営者だったらそのパターンだったら言うかな。うん。そのパターンだったら。で、もし病気、俺は病気だと知ってる前提でさっきアドバイスしたの。要はもう雇ってる時点で病気だ、アスペだって認識してたら、だったら経営者の責任なの。だから、その人がアスペなのを分かっ てその部署に配置した経営者の責任だって言ったのはそこなの。だけど、予算のパターンだと、アスペルガーなのを告知してないで入社してるパターンだ。それは解雇すべきだよ。だって嘘ついてたんだから。アスペって何か一部に特化した能力がある人が多いよね。多い。法則性に気づいた時と過剰に感動を覚える。それとも全く。いや、普通の感覚。うん。仕事に支障がなければ、学歴作証も病気も解雇理由にならない。え?本当に?例えばじゃあ俺が東大出ました。あ、仕事?え、出るでしょ。え、出ないかな?俺が例えばどっかの上場企業にリーマンブラザーズで何年働いて、東大ハーバード出てってやって。で、出世するときに、とかなんか就職するときとかに問い合わせて、お前解雇なってならない?俺なると思うけど、ならないの?アスペって感知しないんでしょ?感知は、対処法を覚えていくことによって、例えば、俺の場合は、相手が何言ってるかわからないことが多いから、まず、初対面の人とかに、アスペルガー症候群っていう病気を持ってますっていうことを伝える。で、その後に、イエスかノーかはっきりわかるような質問だと答えやすいです。あと、端的に物事を言ってもらえるとすごくわかりやすいので、ニュアンスが読み取れないんですよっていうことを先に伝えておく。そうすると相手がイエス、ノーかを答えてくれるし、だからあと物言いがすごいはっきりしてるんですけど、相手を傷つけるつもりはないんですっていうことを伝えることが多い。俺は事前に。そうすると相手が理解してくれるから。うん。昔はバカと天才は紙一重って言ってたけど、それも一部の能力特化だね。まあそうだと思うよ。うん。和道さんの言ってるのは、詐称だからまずい。でしょ?まずいでしょ?うん。学歴詐称はダメだろ。OK なら大学行かない。でしょ?だから、じゃあ俺が言ってるわけじゃなくて、ちーちゃんの引用したんだよ。学歴詐称も解雇理由にならないっていう。じゃあ俺がハーバードとかでいいのって言ってるだけなの。俺の主張じゃないよ。これに対して言ってるだけだよ。俺はレスポンスを。うん、俺もだからショーン K が干されたのはそこだと思ってるから、うん、いやだって医者は病気を作るのが仕事。例えばお腹が痛いって言うと病院行ったら絶対何かしらの病名つけてくれるよ。お腹が痛いっつって病気じゃありません、帰ってください、薬なんていりませんっつったら患者怒るぜ。でしょ。だって医者は病名をつけるのが仕事だから、でそこに対して薬を処方するまでが仕事なのよ。うん、大卒なのに高卒って言っても解雇されるよ。うん、俺もそう思う。学歴の場合賃金に差が出るから詐欺だね。だと思う。俺もそっち派の意見だけど。俺はね、ショーン K は能力すごい高いと思ってる。同意見、与党。ショーン K は、むしろ、あれこそビジュアルの大事さをよくわかる事例。
要は学歴関係なく、なんつうんだろう。すげえ仕事ができたやつだと思ってるけど。うん、むしろその、奥様方はあの人を求めてたっていう典型例じゃん。イケメンで、爽やかで、口数が少なくて、当たり障りのないことを言う天才。それを視聴率で出してたわけじゃん。あいつは必要なポジションだったと思うけど。もうちいらっしゃい、どうも。うん。うん。嘘と隠蔽は似てるようですが、嘘っていうのは事実をねじ曲げることを嘘って言うんだよ。隠蔽っていうのは言わないことだよ。うん。ニュースステーション出たのすごいよね、あれ。うん、嘘はバレなきゃ嘘じゃない。嘘はバレなきゃ嘘じゃないって言ったのはどういうことかっていうと、嘘だって相手が気づくのは嘘だってバレた時なんですよ。わかる？嘘だってバレなきゃ本人は嘘だっていう認識がないわけですよ。わかる？要はどの立場で言うかなんでいつも言ってるけど、この例えば俺が誰かに嘘言われました、でも俺アスペだからそのまま信じちゃいました、気づかないでしょ。嘘じゃないじゃん。本人にとっては本人が嘘をつかれたんだっていう真実を見つけた時に嘘になるんだよ。わかる？うん。嘘はバレなきゃ嘘じゃないでしょ。うん。でも本人は知ってんだよ、嘘ついた方は。うん、誰に対しても批判的で ものの考え方が振り切ってるのって発達障害の特徴ですかね。発達障害ではないと思うけど。うん、学歴詐称で判例出てる。解雇無効。つまんない、老害評論家よりはよっぽど尊敬の方がいい。さすがです、うん、確かに国籍を詐称しても代表になれちゃうのが日本。蓮舫さん、でも民進党ってそういう党なのはみんな知ってるじゃん。なんだろうな、蓮舫って、なんだろうな、うん、俺蓮舫ありだと思ってんの、国会議員として。ダメなのかな、俺蓮舫はありだと思ってるんだけど、ダメなのかな。俺結構蓮舫ありだと思ってるんだよ。国籍、そうそう、二重国籍。ない、何がない、蓮舫はない。だってありかないかが、俺なんでありかっていう言うと、二重国籍なのみんな知ってたじゃん。あと日本国籍じゃないのは蓮舫の時点でわかるじゃん。俺は分かってたの、台湾と日本でしょ多分。でもう台湾人なの知ってたから、ルーツが台湾なの知ってて、明らかに帰化してるのも知ってたわけじゃん。でそんな分かりやすい蓮舫って名乗って国会議員やって、それを代表にしてる党なわけじゃん。で今更何言ってんだろうっていう感覚なんだけど、その例えば蓮舫を投票してる人がありえないって言うんだったら分かるけど、で蓮舫を投票した人が騙されたって言うんだったらバカすぎるだろって考えちゃうの俺は。だってさ、蓮舫って言ってんだよ、でその党のトップなんだよ、そういう党なわけじゃん。で騙されたって言ったらバカなのって思うけど、どうなんだろう。タレントネームだからアントニオ猪木と一緒。でもアントニオ猪木がキカなのはさ、わかるわけだろ。だから逆に言ったら、なんつうんだろう、なんだろう、もうそういう党なのになっていう感じなんだよね。騙された方がバカだと思う、そのパターンで言うなら。だって蓮舫って名乗ってて、明らかにテレビの頃から台湾とのハーフだって言ってて、でお前
台湾国籍なのかよって今更言ってる方がマジかって思うよね。うん、そういう騙されたって言ってる人がいるんだったらね。で、もともとあんな正々堂々とやってて、正々堂々とやってるから面白いから、うん、アントニオ猪木ってもともと外人、日本人なの、うん、孫正義みたいな、そう。ソフトバンクは反日だ！いやいやいや、だって、もともと、そういう、と、ね、そうじゃんっていう。被害者は泣きに、寝きに入りしとけっていう意見には共感します、うん。仲がいい子でそういう子がいて、障害なのかなって思って気になったので、自尊心の問題なんです。俺じゃないの。あ、うちリプ全然 OK だから、リプ使って。うん。正社員はなかなか介護できない。うん、あ、そうなんだ。俺、アントニオ猪木外人だと思ってたわ。藤森大統領。藤森大統領は日系じゃないの。あの人は日本人じゃなくて、日系人じゃないの。あ、日系人じゃなくて、なんつうんだ。日系人か。日系人だよね。合ってるよね。もうだんだん頭痛くなってきた。わかんなくなってきた。シャープさんいらっしゃい。うん、リプライわかんない。矢印。その人のコメントにこう矢印が出てるからこういう。それを押すとその人に向けて話してます。ブラジルの日系か。日系ってことは帰化人じゃないの？ブラジルから。合ってるよね。日本人でブラジル人になって日本に帰ってきたってことは帰化人じゃん。俺が言ってること合ってるの？違う？日本人の祖先からブラジルに移民して、ブラジル人になって日本に帰化したパターンじゃないの？ってことは帰化人じゃん。日系だけど。合ってるよね？じゃあ帰化人じゃん。合ってるじゃん。デヴィ夫人。デヴィ夫人は日本人で、どっかの国の大統領、王様だか大統領と、第三夫人か第四夫人かになったんだよ。だからもともと日本人じゃん。でも、二重国籍だろうね、多分。うん。おそらく。うん。インドネシアだっけ？うん。だから、デヴィ夫人も二重国籍でしょ、多分。うん。お題変更したい。もう頭が痛い。え、日本人なの？日系じゃないの？うん。あ、オッケー、わかった。オッケー、オッケー。お題変更して、もう。やだ、もう。疲れる、俺。うん。子孫。子孫か。うん。和道さんはどんな死に方がいい？死に方は選べないと思ってるけど、毎日の生き方は選べるじゃん。で、なるべく多く配信やってて、配信中に死にたいね。かっこいい死に方ってさ、リングの上で死んだらかっこいいじゃん。プロレスラーがリングの上で死んだり、明日のジョーのかっこよさってそこだと思うんだよ。で、配信者だから、ずーっと配信やってたら配信中に死ぬ確率が高いから、そしたら本物の配信者かなと思ってかっこいいと思ってる。うん、だから死に方と生き方ってなんか一致してる気がするんだけど。うん、あー、三沢さんね。俺はだから本当に かっこいいっつうか、あ、ね、誤解のある言い方かもしんないけど、すごいレスラーだなと思ったよ、三沢さんは。うん、だから死に方は生き方だと思ってる、俺は。だから死に方は選べないけど、生き方は選べると思ってる。こんばんは、アイチュン。いや、だから死んだ後っていうの、葬式っていうのは生きてる人のための儀式だから、なんだろう、死んだ後のことは考えてないけど。誰が、お前、その顔文字久々見たらやめろ。うん、
配信しながら自殺はもう論外。寿司子なんだそれ。ああそうなんだ。でも最近ツイキャスでなんか自殺した人出たって聞いたよ。首吊りかなんか。最近出てきたってすごい聞いた。そうだね。久々感想だね。雑談4時間は結構やっぱ疲れるな。脳が疲れるね。最近はもう体動かすことばっかりだったから、頭使うことの、でもね、俺ね、本読まなくなったからすげえバカになってる。本当に本読まないとなとか思ってて、ボキャブラリーが少ない。いや、ありがとうよ。あと9分で終わりですな。でもなかなかいいんじゃないの。合計閲覧が3500人ぐらいで。まあ、同時閲覧350、10分の1キープしてるんでしょ。まあ、なかなか悪くないよね。4時間だったら。いや、脳筋トレだよ。風船ありがとう。アイテムありがとう。ありがとうございます。もし、350人の中で初見さんがいて、まあまあ、手応えあって面白かったなと思う人がいたら、フォローしていただけると嬉しいです。ありがとう。あっと見て。ズッキンズキンする。いや、なんかね、俺ね、リプライ禁止だっていうのがよくわかんなくて、本来ね、生放送って動画の、ニコ動の派生だと思ってんの。つまり、パフォーマーがいて、それに対してみんなで面白いねって言って、友達同士で、なんか語り合う。だからコメントを読む方がおかしいと思ってんの。で、生放送が独自に発展したと思ってて、設計者はそういう風に作ってないと思うのよ。だからパフォーマンスする、踊ったりとか生放送で踊って、可愛いとかブッサーとか、俺もそう思うっていうツールだと思うの。だからリプライとかがあると思ってて、リプライ禁止って俺に構ってよっていう配信者の欲みたいな気がすんの。いや、俺の話以外他ですんなよ、みたいな。っていうことでしょ。リプライ禁止って。だから別にこの中でみんながああだこうだ言うもんだと思ってるけど、この人数だからコメントでも話せていいけど、そう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 、逆に俺に言ってんのかリスナーに言ってんのかわけわかんないコメントが、俺はわかんないから、リプライあったら、あ、こいつに言ってるから俺読み飛ばしていいのねっていうのがわかるんだよ。だから読み飛ばした方が俺は楽だから、俺は返さなくていいコメントだっていう。はい、みほちゃんワード2、残り7分だけどバーガーありがとう。俺はそういう風に思ってるけどな。それが正しい使い方。だから俺が一方的に喋っててみんなでわちゃわちゃやるっていうのが一番正しい使い方だと思ってるから。なんかそのコメントを読んで対話するっていうのは見せ方として間違えてると思ってて。だから俺に直接要件がある人は俺に LINE かけてきてっていう、なんつうの？俺と一緒に、俺と向き合える環境っていうのはつけてるから。あ、それでいいんじゃないかな。直接何か言いたいんだったらっていう、いや、だったらコメント読まないで喋ってればいいんだよ。自分語りしてればいいじゃん。その方が楽だよ。さっきみたいに特定の話題を話す、5分かかる話題を話すときに割って入られると話が逸れていく。で、話を忘れちゃう。で、聞いてるリスナーは何の話か分かんなかったっていうのは、なんだろう、もったいない気がするんだよね。だったら、まあ、じゃあ今からこの障害の話するね。みんなはああでもない、こうでもないって話す。俺は自分で言いたいことを言う。これ正しいと思う、俺は。だからリップバンバン使ってもらった方が俺はやりやすい。そうそう、カマチョだと思ってる。リップ禁をしてる人は。要は俺の話題以外すんな。俺と向き合えっていう感じがして。
いや別にそれで、それでいいんだけど、別に。それで全然いいんだけど、なんつうんだろう。それって本来そのための機能なのかなっていう。ねえ、議論系はリパーあった方が面白いよね。喋、うん、りがうまい、ありがとう。うん、バカありがとう。むしろ、なんか、その、生放送の生主の本来は、コメントを読む人じゃないと思ってて、話題提供をする人。で、その議論を深めていくのがリスナーっていう、要は掲示板だと思ってんの、俺は、ここは。掲示板。で、掲示板の主役って誰っつったら、それぞれでしょ。だから、この人に向かって、それは違うくねとか、俺も共感できるわって、バンバンやった方が盛り上がる、スレが盛り上がるの。だスレ主はさ、そことは関係なくさ、ガン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 問題定義だけしていけばいいんじゃないかなっていう。要は画像貼ったりとか。要は画像貼るっていうのはこの映像を見せることを指すんだけど、バン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 、その自分の言いたいこと言ってって、で、共感できる共感できないとか、で、リスナーのコメントに対してコメントをリスナーでぐるぐる回すっていうのは、なんか、一番スムーズで盛り上がってる状態なのかなとか思って。コメントに緊張感があるっていうか、みんなも主役になれるじゃん。自分の発言に気をつけるようになるじゃん。そう。だからコメント1個でも自分の発言で叩かれたりもするわけだから、だから、まあ、いいんじゃないかなとか思う。うん。あ、そういう考え方もあるんだとか、逆に、俺と同じ感覚で話せるじゃん。生主とリスナーに別に立場にあんまり関係はないと思ってて、同じ人間が集まってるだけでしょ。ただ、その、スレの主だよね、俺は。うん、スレの主でも あるから。なんか、その、なんか自分の話題だけでやってるのも限界あるから、やっぱり。和道っていうコンテンツだけでやってくっていうのは無理があるよ、やっぱり。それよりは、みんなの話題、こう、みんながいろんな人が集まってた方が面白いっていう考え。人が集まれば集まるほど面白い現象が起こる。だから、それを邪魔する気はないが。ただ、ただ、今度運営に逆に今言うことは別で、こんだけリプキンを押してる人が多いんだから、リプキン禁止機能をつけようよって。じゃあ、リプキン機能をつけるべきだと思ってる。配信者が放送するときに、リプキンをするべき。なんでかっていうと、リプキンの配信者って、ちょっと怒り目で言わないといけないじゃん。うちリプキンだからって。でも、初見さんからしたらリプキンかどうかなんか知らないよ。わざわざプロフィール欄呼ばないよ。それで嫌な思いするの。リスナーさんかわいそうだから、配信者も嫌な思いするじゃん。両方とも良くないから、運営さんは、リプキンチェックボックス押したらリプができない機能を実装すべきだよ。そんな難しくないよ。リプライできなくすればいいだけなんだから。なんでそれを実装しないのかよくわかんないんだよね。ツイキャスでもリプキンだよっていうのはあるよ。まあ、あくまで主役は枠主だけどね。俺はそうは思わない、別に、うん。俺はそうは思わない。だから、もう、リプキンの人が結構いるんだから、リプキン機能実装しないと。うちはリプキンじゃないの、全然。リプ大歓迎の。リプガンガンやってって。うちが禁止してんのは、その売名ね、生主の、うん。キャスのフレーム機能をやめてほしい。あー。だから、ふわっちはそこをうまくやったよね。コメント欄に花火がぶち上がるっていうね。そこはうまい機能だよね。あとね、やっぱね、コメントで花火をつけるっていい機能だよ。なんでかっていうとね、コメントがバーって流れてる時にね、どうしても読んでもらえるとき、花火コメントすればいいんだよ。配信者は無視できないっていううまいツールだよね。金やってんだからコメント読めよっていう無言の圧力。うん、これはいい機能だよ。どうしても読んでほしいコメントは花火投げろっていう無言の圧力、はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。完走しました。次枠行きたいと思います。お疲れ様でした。次枠行きます。次枠見てくれる人はフォローよろしくお願いします。YouTube チャンネル登録、Facebook の友達申請、LINE の、友達申請、フレンド申請、それから Twitter のフォロワーさんも募集しております。各 SNS で、興味のある方、Facebook なども友達で5000人まで限定なので、LINE とね、Facebook は5000人限定、Twitter フォロワーは無制限ですね。次役いきますよ。はい。
アイテムありがとう。みほちゃんありがとう。探したいリスナーさんがいる。ほう。うん。みんなありがとう。お疲れ。あ、フォローたくさんありがとうね。で、もし、LINE を申請して僕とつながりたい人は、ふわっちから来た、コテハンの〇〇ですって書いてください。その人だけ、許可をしてます。あと、YouTube に力入れてるので、YouTube の方も、チャンネル登録してください。それではお疲れ様でした。あ、お疲れ。花火たくさんありがとうね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。